2018年3月11日名古屋の空は澄み渡っています。名古屋ウィメンズマラソン2018スタート、そしてフィニッシュとなる名古屋ドームは力強い春の日差しに包まれています。今日走れる幸せを胸に抱えたランナーたちが勢ぞろい、そのスタートの時を待っています。さて放送席は日本が世界に誇るマラソンメダリスト勢ぞろいです。有森裕子さん、高橋直子さん、野口瑞希さん、お三方です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今回の名古屋なんですが、オリンピックの代表選考の第一関門となっています。2019年9月以降に行われる代表決定レース、マラソングランドチャンピオンシップ、通称 MGC への出場権をかけたレースです。 MGC への出場権を獲得するには大会ごとに設定された順位とタイムをクリアする必要があります。名古屋での MGC 出場資格ですが、日本人上位3位までは2時間28分以内、4位から6位は2時間27分以内となっています。さて有森さん、はい、この MGC というシステムができてから、はい、ちょっとこうマラソンのターゲットが変わってきて、様相変わってきてますね。そうですね。でもよりこういった関門を作ることで安定した力、そういったものを見極めてから の本番への出場となりますので、はい、まあ、選ぶ方としても出る方としてもある意味安心して本番を迎えられるかなという非常にいいシステムだと思います。はいはい、その MGC を見据えて今回有力ランナーが勢ぞろいしました。その選手をご紹介します。2020年東京へとつながる今回有力ランナーが集結。2015年世界選手権代表前田彩里、世界選手権以降左足首の怪我に苦しみ続けた前田選手がついに復活。2年半ぶりとなるレース、どんな姿を見せるのでしょうか。誰よりもマラソンの厳しさを知る小原玲、リオオリンピック選考レースとなった一昨年、気持ちの勝負は日本人トップでフィニッシュ。わずか1秒差に泣いた小原選手、あの日の悔しさを胸に再び名古屋に挑みます。愛知県出身、清田真央、去年初めて世界選手権に出場。世界での経験を生かし目指すのは地元での歓喜です。リオオリンピック1万メートル代表関根花美、憧れ続けたマラソンに今回初挑戦。トラックでの実績は申し分なし、ニューヒロイン誕生となるのでしょうか。東京オリンピックへの第一関門を突破するのは果たして。はい、有力ランナーずらり勢ぞろいですが、そんな中高橋さんの注目は誰になるんでしょう。はい、前田彩里選手ですね。2015年のここ名古屋で転倒しても日本人一番で2時間22分台で走りました。もうメンタルの強さとマラソンへの適応能力は素晴らしいですね。その後怪我もあって苦しみ続けたんですけれども、去年駅伝で復活、大活躍したんです。なので今日も元気な姿を見せてくれると思います。2年半ぶりのマラソンがどうなるかというところです。はい、野口さんの注目は誰でしょうか。はい、私は小原玲選手に注目しています。2年ぶりのマラソンですが、いい意味で予想外の走りをしてくれる選手なんですね。後半の先頭争いに加わっていることができれば、2年前のようなデッドヒートを繰り広げてくれると大変期待しています。はい、まあ、小原選手もいろいろなものがこの名古屋にはね、忘れ物がありますので、それをしっかりと取り返してくれるでしょうか。さあこの後高橋さん、野口さんには第一放送車から解説をお願いしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まもなくスタート、名古屋ウィメンズマラソン2018です。スタートまで2分半となってきました。さあ午前9時現在の気象状況、コンディション確認しておきましょう。名古屋は風との戦い、この時期は風が吹くんですが、今日はその風が1メートル、ほぼこれは風がないと有森さん言っていい状況じゃないでしょうか。そうですね。はい、非常にいいコンディションですね。はい、昨日までが、ね、すごい風でしたから。そうなんですよね。はい、これは女性たちの後押しになる風のなさかと思います。さあそして今回の国内海外の招待選手をご紹介します。海外からは5カ国6人がエントリーです。去年のベルリンで2時間20分53秒のタイムで3位となったケニアのバラリー・ジェメリ、この人が持ちタイムナンバーワン、この人を中心にレースは回っていくのかもしれません。ロンドンの世界選手権で4位入賞、埼玉マラソン連覇の実績もあるチェイエチ・ダニエルが2番です。そして国内の招待競技者は11人です。
2年半ぶりマラソンの舞台に帰ってきた前田彩里は7番、小原玲は1秒差で敗れ、リオオリンピックの座を逃したあの日以来2年ぶりの名古屋です。清田、岩手の地元勢、加藤美咲も絶好調宣言。注目の初マラソン、リオオリンピック1万メートル代表、関根花美は17番です。まあ、この MGC が今回たくさん出るんじゃないかという想像もね、有森さんされてますけれども。そうですね、はい、出てもらわないとね、もったいないぐらい本当に今日は条件もいいですし、はい、状況もいいので、選手には、まあ、もちろんタイムはね、決まってますけれども、はい、もっともっとそれを超えるぐらいのトライをチャレンジをして、ね、大会をね、盛り上げてほしいなと思います。ペースメーカーは2段階設定です。5キロ17分前後で行く集団、それから17分30秒で行く、それぐらいの集団2つができることが予想されます。17分で行った場合には2時間23分、大体30秒ぐらいで、17分30で行くと、まあ、MGC 設定タイム28分を切ってくる、そんなタイムが予想されます。さあ、スタートまで30秒、待機、再び動き始めるんでしょうか、輝き始めるのか、悔し涙を嬉し涙に変えるんでしょうか。初マラソン挑戦者が今年もインパクトを残すんでしょうか。そして MGC のチケットを手にする選手は一体何人この名古屋から生まれるんでしょうか。緊張感の高まるスタート地点、さあスタート10秒前です。名古屋ウィメンズマラソン2018、日本人選手にとっては MGC 出場権のかかった争いがスタートしました。エリートランナーは先頭に、まあ、有森さん、女性ランナーだけ2万人を超えるエントリーになって、実に華やかなスタートです。そうですね、はい、女子の大会ってね、色鮮やかで見てる方もワクワクしますけれども、はい、レースもワクワクしたいですね。そうなんですね、去年はこのスタート直後、優勝したキルワ選手の転倒ということもありましたけれども、はい、そのスタートの様子、ここからしばらくの間続いていくということになります。本当に風が全くないですね。はい、はい、2万3000人を超えるエントリー、これはギネス世界記録に認定されているという世界最大の女性だけのマラソンですが、その更新というのもこれは間違いありません。そして今日は東日本大震災から7年、もちろん被災地からのエントリーもありました。震災発生の午後2時46分からは1分間黙祷の時間も設けられています。さて、名古屋ウィメンズマラソンは国際陸上競技連盟が世界の主要ロードレースを格付けするラベリングで世界最高位のゴールドラベルに認定されています。この大会は世界に誇れる、そんな大会になっています。そしてデータ放送では主な選手紹介や5キロごとの順位速報のほか、現金10万円や旅行券5万円分などが当たるキャンペーンを実施しています。お手持ちのリモコンの D ボタンからお楽しみください。また東海テレビホームページでは応援メッセージを受け付けております。皆様の熱いメッセージをお送りください。さあ、女性ランナーのスタートのシーンが続いています。今年もご褒美ティファニー、今年はスプレーマムをかたどっています。さあ、ピンクにイエロー、スカイブルー、華やかな列が長く伸び始めました。先頭集団は茅場の交差点で右折、環状線を左折したところで最初の1キロのチェックポイントです。ここからは第一放送車、森脇敦史アナウンサーがお伝えします。言うことなしの青空、光の春爛漫、絶好のコンディションです。実力者が揃いました。楽しみな先頭集団が飛び出してきました。第一放送車の放送席、高橋直子さんと野口瑞希さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。野口さん、グランドチャンピオンシップの効果を感じずにはいられない豪華メンバーで、何かこうオリンピック選考レースみたいな緊張感もありますね。いや、本当に豪華ですよね、はい、そうですね、はい、そしてオリンピック中間年を思えばですね、はい、高橋直子さんも野口瑞希さんも2人ともこの名古屋の優勝をきっかけに金メダルへ駆け上がった。そうなんですよね、はい、私も初マラソンは3年半前の大阪だったんですけれども、うまくいかなくて、この2年半前の名古屋で優勝したことで、ここから頑張ろうというふうに決意した。瑞希ちゃんもまたこの名古屋、はい、2年半前の名古屋が初マラソンなんですね。初マラソンで優勝してオリンピックにつながりましたね。今日の本当に金メダル、また日本人一番っていう選手がどう成長していくか、誰になるのかっていうのもすごく楽しみですね。そうですね、はい、ドキドキワクワクです。名古屋環状線に入ってきました。小出木町の交差点を左に曲がっています。この後8キロ地点まではひたすら南に進んでいきます。帰りは今度はビクトリーロードになっていきますが、果たして誰が先頭でやってくるんでしょうか。まもなく最初の1キロ、2つのペースがありますが、今は1段3分30で引っ張るはずのウェディングスが結構速いペース、3分22秒というペースで入ってきました。
フルマラソンに換算しますと2時間22分台という記録も楽しみなペースになっています。さてランナーの間近から語っていただきますバイク解説は日本ランナーズ理事長の金哲彦さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先ほど、ね、風が1メートルという気象情報でした、はい、今日は、ね、風ないですよ、はい、私の、ね、ほとんどもう、ね、ゼロに近いぐらい。ただ空気はひんやりしてますね、はい、選手にとって本当に、ね、記録を狙うにも絶好のコンディションだと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてアジア大会の選考を兼ねました今シーズンの MGC シリーズ最後のレースは世界最大規模の女子マラソンです。名古屋ウエメンズマラソンのここでコースをご紹介します。2020年東京へと続く 42.195 キロ、名古屋ドーム前をスタートしたランナーたちは一路名古屋環状線を南へ。コース最南端明恩通りを折り返し10キロ、再び環状線に戻りすれ違う市民ランナーの声援を受け15キロ、桜通りに入り、ここから名古屋の中心部へ。テレビ塔を通過し20キロ、若宮大通りを往復し名古屋のシンボル名古屋城を目指します。30キロ過ぎ厚生通りで折り返すと、これまで数々のドラマを生んだ高低差12メートル勝負の上り坂、再びテレビ塔の前を通りフィニッシュ地点となる名古屋ドームを目指します。東京オリンピックへ向け栄冠をつかむのは果たして。先頭集団が少し縦にも長くなってきています。今大会の開催にあたりまして交通規制及びヘリコプター取材のためコース周辺の皆様には大変ご迷惑をおかけします。ご協力をお願いします。なおコース及びコース周辺の道路では最長10時間以上車両の通行が禁止されています。名古屋市内では相当の混雑が予想されますので自動車の利用は極力ご遠慮ください。さて先頭集団をご覧いただいていますが、実はペース3エロイーズウェリングスオーストラリアの選手ですが、3分30で引くという予定になっているんですが、はい、ちょっとこの高コンディションに野口さん体が軽いんですかね、はい、むしろ先頭引っ張ってますね、はい、ただもしかするとカミール・バスコム選手が後ろの集団を引っ張っているので変わったかもしれないです ね、 ですね。直前で先頭の集団は17分のペース、そして後ろの集団は17分30のペース、2つのペースを設定するという形になっています、はい、で有力と言われている選手はほとんど高橋さん入っていると言っていいですね。そうですね、はい、いいと思いますね、はい、このウェディングス選手もまた招いて引っ張っているジェプケソ選手もかなりペースメーカーの経験がありますから、そうなんですよね、安心して選手もついていけると思います、はい、ウェディングスは2年ぶりの名古屋のペースメーカー、ジェプケソは5年連続ですから、で特に非常にこう安定したペースメーカーをするジェプケソは定評ありますよね。そうですね、はい、そういったことを知ってますから選手も安心してますね、はい、それからもう一人、明日25歳の誕生日というケニアのバーソシオ選手、この3人がレースを引っ張ります。そしてその後ろ、一つ日本勢にとっては大きな脅威になりそうな初来日のバラリー・ジェミリ、2時間20分53秒、なかなか積極的に野口さん最初から言ってますね。そうですね、はい、やっぱり記録に対して目標、すごい高い目標を持っているのでぐいぐい行ってますね。そうですね、はい、今最初の2キロを通過しまして3分は一気に落ちまして27秒のペースに落ち着いたというところで、しかし設定ペースのど真ん中では今レースは進行されています。2020年東京が刻一刻と近づいています。百花繚乱、実力者揃いの力と思いの比べ合い、その結末が楽しみです。アスリートとして3月11日に走る、そのことの意味も抱きしめて名古屋ウィメンズマラソンがスタートしています。名古屋環状線を南に進んでいますランナーたち、3キロ地点が近づいてきました。この名古屋環状線をひたすら南に、そして少しずつ下りながら進んでいきます。それにしましても上空から見てましても、野口さん、非常に日差しが明るいですね。はい、快晴ですね、はい、気温も寒すぎず暑すぎず、はい、本当にベストコンディションだと思います。言い訳は逆に聞かないということで、はい、今3キロを通過しました。3分24秒とだいぶペースが先頭集団も落ち着いたようで、先頭集団は現在ほぼ有力の選手が入っている16人の集団が出来上がっています。先頭集団はペースメーカーを除いて16人です。ケニアのジェプケショ、そしてケニアのバーソシオ、それからニュージーランドのバスコムがど真ん中で引っ張っていますが、バスコムについてはハーフまで引っ張るというふうにも聞いています。ご紹介しているような先頭集団で、海外ではケニアのジェメリ、
同じケニアのチェイエチダニエル、日本の実業団にいました。それからエチオピアの2008年の北京と2012年のロンドンに 1500m でオリンピック出場しているというアセファ、この選手がついています。それから日本人選手は前田、小原、清田、岩出、竹地、それから田中、花江、下門、加藤、野上、関根と招待選手はみんなほぼついているという状況で、これは野口さん楽しみですね。楽しみですね、皆さんそれぞれ、位置取りをしていますけれども、それぞれに思惑があるんですよね、やはりあの小原選手は以前に転倒もあって怖いということもあるので、一番給水に取りやすい左端、沿道側を位置してますし、加藤さんはなるべく息を潜めて、レースを展開したいということで、なるべく後ろの方、そしてまた、清田さんは足が当たるので前を少し開けてというように、それぞれ、いろんな思いを持ちながら今この位置取りをしてますね。そうですね、前に16人後ろに16人という2つのパッケージで今3分25秒で通過をしました。13分37秒で通過をした先頭集団、後ろのパッケージが間もなく通過をしていきますが、後ろで13分54秒から55秒ぐらい、だいたい設定ペース通りになってきたかなという感じです。さて今回の大会は冒頭でもご紹介しましたが、 MGC マラソングランドチャンピオンシップの出場権をかける大会でもあります。そのシリーズの今シーズンの最終レースということで、ご紹介している通り日本人1位から3位で2時間28分以内、4位から6位で2時間27分以内ということです。それからワイルドカードというシステムがあります。2017年8月から2019年4月末まで、この中で世界記録を公認する IAF が公認する大会で2時間24分以内、もしくは期間内の上位2つの記録が2時間28分以内ということで、このワイルドカードに絡む選手もいるということで、加藤美咲は2時間27分48秒以内、それから16番の野上恵子は2時間26分55秒以内、101番の吉田香織選手も2時間26分07秒以内ということでもあります。それから10番の岩出玲亜選手も2時間24分50秒以内でその権利を獲得するということになっていまして、ここの部分のタイムとの争いというところも高橋さんありますね。はい、そうですね、まだ MGC は女子では3人切符を取っただけなんですね。男子は13人で、先日の東京では6人が切符を獲得しましたけれども、最初にやはり切符を取っておくと、海外レースにチャレンジをしたり練習の組み立てや経験を積む時間を長く持つことができるメリットがありますからね、早めに今日のこの名古屋でたくさんの人に切ってもらいたいですね。まさしくその野口さん、高橋さんの金メダルのルートを取ることができるかどうかというポイントでもあります。そうですね、さて、それではその中非常に注目をされていますナンバーカード7番、一番日本人の招待選手の中でナンバーカードが若い前田彩里選手、なんといっても2年半ぶりのマラソンに挑みます。3年ぶりの名古屋の意気込みを聞いてあります。自分としてもどれくらい走れるとかちょっと分かんない感じで、でも久しぶりなのですごくワクワクした気持ちもあるので楽しんで走りたいです。という前田選手ですが、喋り方も高橋さん、ちょっと数年したうちに非常に大人っぽくなりましてね。はい、ということでちょっと高橋さんのマイクの具合が少々よろしくなかったら失礼いたしました。野口さん、前田選手の現在の位置取りも非常にいいですし、落ち着いてますね。目線はちょっと下の方を見ているんですけども、しっかりと今のペースを維持して、まだこの距離なので、落ち着いて、走ってるんだと思います。先頭集団と2つ目の集団が非常に大きく分かれてきました。まもなく最初の注目の5キロのチェックポイントということで、設定ペースは17分で、いきなりスタートの1キロは良かったんですが、その後少し遅れ気味、17分3秒2秒というところで通過をしてきています。17分2秒で先頭は通過、その後17分3秒の集団が出来上がっています。それから合計20人ということで17人のメンバーがこのメンバーについているということで、それが最初の給水が一つポイントなんですが、金さん、前田が実は最初の給水を一つポイントに挙げていて、ナンバーカードの若い順からついていて、
いうことなんですが、前田選手今ですね、はい、自分の給水テーブルを探しながら後ろの方に控えてますね。以前ここで転倒したことがありますので、はい、非常に慎重に今探しています。7番のテーブルで今取りました。大丈夫ですね。前田選手取りました、ね、はい、転倒もありません。ここをクリアすればなんとかなると言っていたのは林清司監督でもあります。そういう意味ではほっとした瞬間かもしれませんね。そうですね、はい、小原選手もどうしても転倒を同じようにしたんですけれども、小原選手そして前田選手というのは給水が非常に怖いという思いを持っていますから、はい、こういったところでまたプラスに気持ちを持っていてもらいたいですね。気持ちはポジティブに見てるでしょうか。勝負も記録も楽しみな世界最大の女子マラソン、名古屋ウィメンズマラソンです。5キロの通過が17分2秒17人の集団が出来上がっているんですが、実はこれ一度ですね、今水を取った選手もいますけれど、先ほどアクシデントがありまして3番のバーレンのメリマ・モハメド選手が一度こうやって靴の紐がほどけたんですけれども、また先頭集団に復帰をしているということ、ちょっと若干の動きがありましたが元気に戻ってきています。一旦、まあ、落ち着いて戻ったかなという感じはありました ね、 ね、はい、さて後続の模様も伝えてもらいましょう。2つのパッケージに分かれました。第2集団に第2放送車加藤明アナウンサーがつけています。はい、第2集団は今ちょうど6キロを通過したところです。先頭集団からはおよそ20秒100メートルほど離れているところ、ペースメーカー3番のウェリングスがこの集団どうでしょう、15、6人というような集団を引っ張る形となっています。この中に招待選手の中では13番の沼田、それから下門とこの2人が含まれています。今年は MGC のファイナリストを目指してというレースとなっています。例年以上にこの後続の動きにも注目されます。この集団の5キロの中間通過が17分24秒、このまま行きますと予想フィニッシュタイムが2時間27分を切るようなあたり、十分 MGC の資格が狙えるという位置です。この後も第2放送車では後続の動きをお伝えしていきます。17分30秒が設定されています。少々早めで入ってきたという第2集団でもあります。さてその横にはバイクリポート高橋智之アナウンサーがつけています。高橋さん、はい、その第2集団ですが今2人が脱落して日本人14人ということになりました。ここには招待選手13番の沼田、そして14番の下門がついています。ではここから第1集団までどれくらいの距離があるか追い上げてみたいと思います。今日は報告があったように風はほとんどありません。ただですね、やはりまだ風は冷たく冬の空気ということになっています。6キロの地点でおよそ20秒ほどの差がありました。その第1集団は海外招待選手6人全員含まれています。そして日本人は11人です。その一番後ろにナンバーカード11番竹地志保、そして12番の田中花江がつけています。そして積極的なのが初マラソンの関根花美、そして清田真央なども少し中段から後ろあたりをつけているという第1集団です。少し割れ気味にはなりましたが、給水があってそれからゆっくり上がろうかなという感じの日本人がこの中に11人という非常に多く含まれている中で、この後の展開も楽しみになってきました。さて、前田と並んで注目が集まっていますナンバーカード8番の小原玲選手、その3年ぶりのその小原前田の再戦ということでもあるんですが、今年も因縁の名古屋にかける小原玲選手、この場所でなければあの悲劇は歓喜の物語は変わってはいかないのかもしれません。小原玲27歳。まあでもあれがあったからこそ今も走ってるんだろうとは思います。小原選手が走る理由、それはリオオリンピックの選考会となった一昨年。田中か小原か、気持ちの勝負は田中が前だ。田中日本人トップでフィニッシュ。わずか1秒の差、それはあまりにも残酷な結末。勝負するにはもっとそこに至るまでとか気持ちの勝負っていうのがすごく強いんだなっていうのは感じました。あれから2年、1秒の差を埋めるため彼女は走り続けます。今度こそ掴みたい歓喜のために、後先考えずにもっと勝負を仕掛けていけるように、多分すごく負けたくないとは思うんですけど、意地を出したい。
さて名古屋ドームにはその小原選手を指導します武富豊監督がいらっしゃいます。清水有沙アナウンサーが聞いてくれます。清水さん。はい、武富監督にお聞きします。あの監督、およそ1ヶ月ほど前に小原選手の仕上がりがあまり良くないんだと話していましたが、今日の状態はいかがでしょうか。そうですね、日本に帰ってきてからだいぶいい感じに上がってきているので、まずまずの状態ではスタートライン立てていると思いますね。ここまでの走りをご覧になって、この後どんなレースを期待されますか。まだ序盤なんで、もうとにかく落ち着いて、レースが動くまで、安定して走ってほしいなと思うんですけどね。ありがとうございました。その武富豊監督に 120% の思いで東京に連れて行きたいと話していたのは小原玲選手。かなり厳しいことを言いました。しかし厳しいことを言ったのは野口さん、はい、今まで私がこれだけ見てきた幾多のランナーと比べてもトップクラスの持久力とトップクラスのスピードがあると、こういう言い方も武富監督がされています。そうですね、はい、彼女はちょっとね、練習やレースなど少しムラがあるところもあるんですけども、はい、いい意味で本当にすごい結果を出すような走りをしてくれるので、すごい楽しみですよね。そうですよね、はい、今回もあまり力みすぎずに、はい、レースの流れを伺いながら落ち着いて走りたいと語っていました。まあ、思えばこの名古屋は5年前のペースメーカーを経て最初のマラソンをしようとしたんですが、その翌年は結局出場ができなく、で3年前のあの転倒、右腰を打ってから3時間5分というマラソンがあって、でその後2016年に1秒になり、もうさまざまな有り余るほどの高橋さんストーリーがありますね、この人は。はい、そうなんですよね。やはり名古屋にかける思いというのはそこにつながっていると思いますし、今でも1秒のことを思い出すというふうに言っていたので、はい、この1秒が小原選手を強くしたといったやはり勢いを今日見せてもらいたいと思いますね。あの1秒を超えてまた新たな伝統をこの天満屋チームにもたらしてほしいというのが武豊監督の願いです。それから初マラソン組では、関根花見選手、リオデジャネイロオリンピック1万メートルの代表が非常にいい感じでレースを進めているように高橋さん見えるんですが、そうですね、はい、彼女はもともとバレーをしていたということもあって、非常に柔軟性もあって怪我をしないので、はい、マラソン練習を非常に積むことができるんですね。今回も順調に全てをこなしてきたといった部分では、すごく楽しみな存在でもあります。荒玉橋の交差点を曲がります。ちょっと話を聞いていたのは鈴木亜由子選手がここで応援をして、おそらく角で今声をかけたんじゃないかと思います。はい、あれじゃなくてダンスですね。そうですね、ヒップホップダンスなんかをしているので、はい、リズム感も非常にある選手です。さて、あ、ここです。鈴木亜由子選手が今見送ったように見えました。はい、鈴木亜由子選手が関根花見選手に声援を送りました。同じチームで関根、鈴木、そして鍋島、この3枚看板です。今ちょうど今愛子選手ですね、はい、はい、アームウォーマーですね、アームウォーマーを関根選手は取りましたね。そうですね、少し暑さを感じているのかもしれません。かなり気温が上がってきているです。光の春ランマンの名古屋ウィメンズマラソン、この後折り返し10キロのポイントが近づいてきました。名古屋のコースは最初の9キロゆっくりゆっくり下っていってスピードに乗りやすいんですが、まあ、その通り少しずつ、ペースが上がっていく中で、金さん、近くでご覧になって少し体型に変化があるんでしょうか。はい、そうですね、はい、先頭集団の中から少し遅れ始める選手が出てきました。今一番後ろが武智選手、先頭から約7秒なんですが、はい、やはりちょっとずつ給水あるいはコースの変化によってスピードが上がったところでついていけなくなっているような感じですね。ちょっと清田も後ろに下がり気味ですかね。はい、はい、清田選手と田中選手もやや後続の方に少しずつですが先頭集団から離れてきています。田中花選手移籍初のマラソンですがちょっと遅れ気味ということで、そのからサラドス・セーナも少々遅れ気味と体型に変化が出てきました。さて名古屋ドームでご観戦中の有森裕子さんにも伺いました。はい、有森さん、はい、ここまでいかがでしょう。そうですね、まあ、なんかね、ちょっと最初の頃は予定通りな感じかなと思ったんですが、ここに来てちょっと、まあ、清田選手とか武智選手とか田中選手が遅れてきているので、はい、まあ、ペースを、無理についていかないという選択なのか、ちょっと苦しいのかがまだ見えない感じですね。うん、そうですね、まあ、この後、はい、また上りに変わってきてどうペースが落ち着くかですけどね。そうですね、まだ本当前半ですから。はい、はい、さて間もなく先頭は折り返し 9.333 キロです。ここにバイクを止めて高橋アナウンサーが待ってくれています。
はい、コース最初の折り返し地点です。バイクを止めて今後続とのタイム差を測っていきます。今折り返し地点、第一集団が通過していきました。ほとんど差はありませんが、清田とナンバーカード12番の田中花江が遅れ始めました。そして11番の竹地志保です。4年連続の名古屋ですが、トップとは20秒の差がついています。トップとはすでに20秒の差がついています。さて少々後ろとの差もつき始めている状況で、前頭集団にも少し動きが出てきました。今ちょうど第2集団と第1集団がすれ違ったというところで、高橋さん、そろそろ第2集団も折り返しですね。はい、第2集団も固まって今堀田の折り返し地点に近づいてきています。竹地がトップから20秒遅れて単独1人ということになりましたが、ようやく第2集団が見えてきました。1人のペースメーカーを引っ張って13番の沼田がそのすぐ後ろというところですが、今折り返していきました。第1集団とはちょうど1分の差です。ちょうど1分の差です。この中には14番下門三春もついています。さて少し早めの流れになってきているという第1集団、そしてその第2集団も少々早めかもしれません。1分の差ということで、状況が少し明らかに高橋さん、集団の大きさがですね、はい、縦に長くなってきましたね、体型が。そうですね、はい、清田さんは腕振りがコンパクトで上下動の少ないブレない走り、効率のいい走りをする選手で、はい、粘り強いので一気に落ちていくということはないと思うんですが、まあ、去年の名古屋でももうハーフまでつけなくて、それをすごく悔しい思いをしているので、はい、ここはしっかりとね、やはり去年の思いを晴らすためにも前についてもらいたいですね。そうですね、今6番のドッセーナの後ろにいますのが清田真央選手。この鮮やかな黄色、この黄色のカラーというのは愛知県田原市、地元の出身なんですが、田原は非常に菜の花で有名で、その菜の花色のユニフォームで今走っているという清田真央選手、世界選手権の代表です。名鉄本線の高架をくぐりますと、まもなく最初の10キロのポイントが訪れます。この5キロはどうでしょうか。まもなくです。今通過をしていきます。33分50秒ですので、はい、そうですね、はい、はい、若干ですけれども早くなりましたけれども、ここちょっと下り16分49と、まあ、10秒以上上がったということになります、はい、ここ下りですので、はい、このくらい少し同じペースで走ってても上がるかもしれないです。おおむね先ほどご紹介した堀田の折り返しまでずっと下っていくというコースで、まあ、おおむね上がることが多いんですが、2時間22分50秒という設定ペースより少し上回ったペース、まあ、逆に言うと実力者がいますので非常にタイムを楽しみ、そして2度目の給水です。ヒュッと横に寄っていきました。関根花見も実に落ち着いています。それと同じところに前田沙織の給水があるということで、思い読み岩出玲也もきっちり取っています。ということで先頭集団も早くもサバイバルの模様になってきていました。スリリングな展開の名古屋ウィメンズマラソン2018です。下り坂の中でペースが上がって10キロから15キロは今度は上りという中、そしてかなり先頭集団に動きが出て、加藤美咲、それから前田沙織とついていけません。そこに吉田香織というようなパッケージができています。まもなく11キロという展開なんですが、実はこの荒玉橋の交差点を曲がって名古屋環状線に向かって今北に向かっているんですが、そのカーブの直前にこんなことがありました。 VTR でご紹介します。今日は実は今この前の表情をニコッとしましたね。実はお母さんの純子さんが、今回は普通に抽選で当たって、はい、走るということで、はい、今回は3時間は超えるかなっていう話をしていました。で、貧血があった前田選手ですが、高橋さん、はい、ちょっとこうそういう中でこの火曜日まで実は出場するかどうかを考えていたというふうにも聞いていますが、はい、そうですね、やはりお母さんとの約束だから走りたいところあったみたいですね。はい、はい、ちょっと不安要素があったということは懸念はされていたんですけれどもね、はい、なんとかまだまだ貧血も治ってきたところですから、後半見据えて頑張ってほしいと思います。純子さんはね、お母さんですけれども、2時間44分で走る非常に高いレベルの市民ランナーなんですよね、はい、まあ、親子でのギネス記録の登録もあるということでは、先ほど笑顔を交わしたことでまた少し盛り返してくれるといいですね。分かるもんなんですね、うん、はい、それでは先導の白合をここでご紹介しましょう。愛知県警セーフティーアリスのお二人です。まずセンターラインよりは木村翔子巡査長です。
去年に続いて3度目の先導、選手の皆さんがベストを尽くせるよう私たちもベストを尽くしますとコメントをいただいています。そして歩道寄りは倉光恵里奈巡査です。今回名古屋ウィメンズマラソン初めての先導です。大役に緊張しております。選手の皆さんの安全確保を最優先に全力を尽くしますとのことです。また愛知県警ではテロなどの不測の事態を未然に防ぐためランニングしながら警戒するランニングポリスや自転車で警戒するバイシクルポリスによって大会の安全に努めています。さてドームには素敵なお客様をお迎えしています。小田島さんお願いします。名古屋環状線全体がランナーの帯で埋まっています。いつ見ても壮観なそんな風景です。さて先頭集団は少しずつペースが落ち着きつつあるそんな印象もあります。さてこの大会ですがマラソングランドチャンピオンシップシリーズの最終レース今シーズンはそういうことになります。この大会での資格ですがそのチケットをつかむのは日本人1位から3位で2時間28分以内、日本人4位から6位で2時間27分以内、それからワイルドカードというシステムがあります。 IAF 国際陸上競技連盟が世界記録を公認する競技会で2時間24分以内、期間があります。2017年8月から2019年の4月まで、そして期間内の上位2つの記録の平均が2時間28分以内ということで、この対象が15番の加藤美咲、16番の野上恵子、101番吉田香織、それから9番の清玉を、10番の岩出玲也、こういったメンバーの記録がそれぞれ設定の中でこの中に入ってくればいいなということで、今ご紹介しているようなタイムをクリアしなければ各面々いけないというハードルもあります。さて先頭集団は日本人は4人、小原、田中、岩出、関根と絞られてきました。それからジェメリ、ダニエル、モハメド、アセファとこういうメンバーからちょっと後ろに下がっている格好で前田の位置も気になるんですが、金さんどんな風にご覧になれますか。はい、今先頭からはですね、はい、もう約20秒ぐらいの差なんですが、日本人選手で言いますと前田選手と加藤選手、2人ともですね表情はそれほど苦しそうじゃないんですね、はい、どちらかというと自分たちのペースをしっかり作ろうとしている感じなので、まだレース前半ですから、やはり MGC を最低でも、ね、取りたいというそういう走り方をしていると思いますね。そうですね、まあ、宣言通り不調を乗り越えてこの大会にあえてエントリーしてきました。そして一つ前田にとっては大きなポイント、まもなく訪れる15キロ過ぎの給水があります。実質初マラソンでした3年前の名古屋がそこでの転倒アクシデントがありながらものすごい回想を行いました。彼女が今走る理由、それは果たすべき約束があるからです。前田彩里26歳、2015年、アクシデントに見舞われながらも当時の日本歴代8位の好タイムでフィニッシュ。世間に大きな衝撃を与えます。しかしその後彼女に試練が待ち受けます。左足首の故障に悩まされ、手術をするも走れない日々が。1年間はずっとリハビリだったので、もうやめたいとか思うことがすごい多かったので、引退へ心が揺れ動く中、気持ちをつなぎ止めたのは父の言葉。5年前闘病の末がんで亡くなった父節夫さん。もう本当に亡くなる寸前にずっと喋れない状態だったんですけど、いきなり喋り出して、私にはオリンピックに行ってほしいっていう言葉だけ言われました。やっぱいつも辞めたくなった時にその言葉を思い出すというか。父が残した最後の願い、空から見つめる父の思いを胸に走ります。東京でその父さんとの約束を果たせるのが一番理想です本当はわずか2ヶ月で終わるリハビリが1年続いてしまいました。やめたいやめたいとも何度もこぼしたといいます。だけど走り続けるのはやはりお父さんとの約束があったから。本当は16年のオリンピックに出て陸上は一区切りと思っていたんだそうです。それが4年延びました。まあ、そういう意味ではそのオリンピックイヤーを、野口さんも相当怪我に苦しみましたが、はい、メスを入れてまでオリンピックイヤーを棒に振って東京にかける、この思いはいかがでしょうか。
やっぱりお父さんの言葉がずっと胸にあるし、それをやっぱり、はい、叶えたいという気持ちが本当に彼女にはあるので、はい、すごいその気持ちはすごい伝わってきますよね。そして高橋さん、はい、一旦今前田の上りも見えましたね。その応援も力に変えてほしい前田なんですが、はい、そういう意味では一旦外れましたが、金さんのリポートによりますと、ここからのカムバックは十分、はい、そうですね、可能性があるということですか。はい、最低でも MGC というところが頭にあるので、そういったことを頭に入れて この今の走りだと思うんですけれども、私は一旦離れるとズルズルズルっと下がってしまうことが多かったんですが、野口さんは、はい、前のこの名古屋でも後半にまた先頭集団に戻ってくることってありましたよね。そういったどういうような面持ちで走っていることがいいんですかね。はい、そうですね、私も2012年の時に走って、はい、ちょうど15キロぐらいですかね、足の抜け感といって、ちょっとまっすぐ着地できないと瞬間があって、かなり離れてしまったんです。その時やばいやばいって思ったんですけども、少し落ち着いたらもうこれは前を向いて追いかけるしかないって冷静になんか考えることができて、まあ、まだね、こう今も離れてますけど、まだ追いつく距離ではあるので、今離れてる選手も本当にどうか落ち着いて前を見て走ってほしいなと思ってます。目線だけは、ね、先頭集団を離さないでいてほしいですね。そうですね、まだ15キロでも本当にそれにしましても、野口さんのカムバックは壮絶でした。もう周りの応援もすごかったですし、はい、そうですか、はい、その力が今もね、なんか反対側は市民ランナーの方が走っていて、カラフルですし、応援をしているので、すごい選手には力になるので、私も追いつくときは本当にその応援が力になりました。高橋さん、吉田香織選手あたりが言ってたんですけども、他のこの日本のいろんな女子マラソンありますけれども、それとは違うこの応援ですね、市民マラソンの。そうなんですね、これがやっぱりマラソンやってるなっていう充実感があるって言い方をしました。はい、走っていると人間なので、恥ずかしい姿とか、なんか苦しい姿見せたくないな、応援があると、はい、なんかそれが背中を押されるような感じでゴールまでたどり着かせてもらえるっていう部分もあると思うので、はい、この応援力にしてもらいたいですね。そうですね。さて、先頭集団はまもなく15キロに向かいますが、小原が非常にこう集中力のある形、それから初マラソンの関根の位置は本当に素晴らしい、それから岩田は好調宣言で2時間22分30秒を目標にしているという話もしていました。このあたりが今3人でしのぎを削っていきます。世界と戦う、そういう姿勢をこの先頭集団は野口さん見せてますね。はい、3人とも本当にいいリズムで走ってますよね。はい、はい、そしてその中にいるのがアセファ、それからジェメリ、ダニエル。ジェメリのベストタイムは2時間20分53秒、そしてここ4戦連続パーソナルベストを更新中という、これも高橋さんすごいですね。怖いですよね、彼女は本当に異色のランナーで、本格的にマラソンを始めたのは5年前、はい、そこから2015年までには2時間30分を切る選手ではなかったんですけれども、はい、去年いきなり2時間21分そして20分と立て続けに自己ベストを更新してですね、今勢いがある選手ですね。そうですね、先頭集団は間もなく15キロを通過していきます。今通過をしました、50分49秒ですね、50分49秒です。この5キロも16分台ということで、設定ペースより若干早めのペースということで、ただしかしこの5キロは少し落ち着いたかなと、このペースにだんだんこう野口さんはまってきたかなという感じで、はまってきましたよね。はい、はい、そして岩出は一番先のテーブル、関根も取りました、それから運命の15キロは小原も取りました、はい、取りましたね、ちょっとほっとしますね。そうですね、はい、この3選手の中で小原選手と岩出選手はナショナルチーム の合宿で一緒に走ったことがあるので、はい、すごく期待しています。そうですね、はい、前田沙織が通過しましたが、先頭とは34秒、その前の野上と土井で20秒というような感じの戦いで、現在16人のメンバーが先頭15キロを通過しているということにもなります。まあ、ですからまだその差が、30秒前後、それが清田に向かって48秒、この差はどうでしょうね。前の集団もですね、はい、全力ではなくてある程度余裕がある選手が多いので、はい、これ以上離れると先頭まで来るのは難しいかなという形になりますね。そういう意味ではちょっとこうデッドラインを迎えつつあるという意味で、はい、ちょっと少しエンジンをかけなきゃいけないなというところかもしれませんね。はい、先頭まで来るのであれば、もう一度エンジンを、はい、MGC だったらしっかりと時計と向き合って走ることが大切です。ドームの有森さんにも伺ってみましょう。有森さん、はい、この数キロで結構勢いの差が出てきたような、そんな印象もあるんですけれども、レース展開いかがでしょう。そうですね、ペースを考えているとはいえ、
ちょっとこれ以上離れたりすると、まあ、前も見えなくなる時もありますし、はい、ちょっと追いつくにも厳しくなってきますので、もうこの辺で、ね、あの間は空けない方がいいと思いますね。それから日本人 の、 そのメンバー構成を見ましても、はい、実力者が前に来てますよね。そうですね、まあ、もうあのここは勝負も考え、もちろんペースもありますけれども、もう果敢にいってるっていう選手たちの走りだと思いますね、はい、小原選手も含めて、はい、3人が3人ともアメリカのニューメキシコ州のアルバカーキで練習をしてきたという3人、まあ、そういう意味では、はい、結構練習中からお互いの顔を見ながらやってきたわけですよね。そうですね。であと練習の内容が非常にあの風強風の中で、まあ、自信を持って一人でもこう押していけるような練習ができたという、まあ、言葉を出した選手たちですから、まあ、そういったところの自信があるのかなというふうに見えますね、はい、ペースメーカーが少し設定より早くいってますが、やはりコンディションも影響してますでしょうか。あると思います。あの、まあ、やはりペース、はい、その日の、ね、天気によって随分変わりますし、もちろんコースのアップダウンでも変わりますので、まあ、それでもあのそんなには大きくすごくこうあの違ったペースでいってるわけではありませんから、まあ、このままあのうまくいってくれればいいなと思いますね、はい、そうですね。堂々と戦う、はい、世界と戦っている日本人選手もいます。この後また伺っていきます。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。この後、はい、レースは230万都市名古屋の中心街へと進んでいきます。長く続いた環状線とはお別れします。内山町、この後戻ってくるときには残り3キロを切ったところ、いよいよビクトリーロードへ入ってくるという交差点、そこを曲がりますと東西に走る名古屋のメインストリート、広小路錦桜、その一番北側を通ります桜通りへと入ってきまして、ちょうど名古屋駅方向へと向かって西へと進行方向を変えた先頭集団です。データ放送では主な選手の紹介や5キロごとの順位速報のか、現金10万円や旅行券5万円分などが当たるキャンペーンを実施しています。お手持ちのリモコンの D ボタンからお楽しみください。また東海テレビのホームページでは応援メッセージを受け付けております。皆様の熱いメッセージをどうぞお送りください。さて先頭集団ご紹介したジェメリ、それからダニエル、アセファ、その中でどうもこの岩出がですね、高橋さん、あの完全にその他の人、日本人選手を見るんではなくて、そのぐいぐいむしろ先頭の中から押していこうっていうふうにも見えるんですが、あの埼玉のマラソンの方でも先頭に出て引っ張るだけの度胸がある選手ですし、はい、いつもあの世界をイメージして走っているということもあって、非常に果敢なレースしてますね。という岩出玲亜選手の非常に奮闘が光ります。じゃあ横にいます、ダニエル選手はちょっと前回の埼玉では風よけに疲れてしまったという雪辱の思いもある岩出玲亜選手でもあります。また3人残っているこの日本選手の中で関根選手と岩出選手は豊川高校で先輩後輩なんですよね、はい、まあ、そういったところでも先輩にはついていく、また後輩には負けないという思いも持っているかもしれません。そうですね。さて清田が少々先頭から置かれているんですが、第二放送車が捉えているです。加藤さんお願いします。はい、第2放送車も先ほど桜通りに入ってきました。まもなく17キロというところですが、清田真央、ナンバーカード9番黄色ユニフォームがこの第2放送車からも少しずつ小さくなっています。15キロ通過時点では今前に見えているナドルスカ、それから田中花江と並走状態でしたが、今そこに遅れていった吉田香織と2人並んでということになっています。 16キロの時点で8秒差この差がありましたが、さらにそれが今また広がっている。去年は18キロ時点でちょっと先頭集団から遅れましたが、今年は立ち上がりから序盤から苦しい展開となっています。実は野口さん、あのアップをしているスタート前の表情がちょっと硬いのは私は気になったんですけれど、あ、はい、かなり緊張していたんでしょうね、はいはい、まあ、ちょっとそういうのが顔に出るタイプだということは、はい、かねてから心配はされていたんですが、2時間22分30秒という目標をずっとこう掲げていました。で後ろにあの101番をつけました、吉田香織選手がいますので、こういうベテランと高橋さん、ぜひ一緒に上がっていってほしいですね、はい、そうですね、はい、やはり一人で走るのと二人ではあのペースもしっかりとキープできるので、そういった力を自分のものにしながら上がってきてほしいですね、はい、そうですね。という清田真央選手、ここから奮闘を期待したいと思います。先頭に画面を戻します。先頭とは270メートルつきました。日本人3選手の中で完全と初マラソンで言っていますが、2月26日に22歳になったばかりという関根花美選手、156センチの身長で、まあ、非常にこのこちらはスタート前から明るい表情が目立っていて、念願の初マラソンということなんですが、その関根花美選手をご紹介しましょう。関根花美22歳、
陸上を始めた時から憧れ続けたマラソンの舞台。自分が一番輝きたいところはマラソン選手としてっていうのが、まあ、最終的な目標なので。一昨年オリンピックに出場したものの、痛感した世界との壁、そこから湧き上がったある感情。このまま終わったら悔しいなって思いはすごい感じたので、もう一回その日の丸をつけてオリンピックに出たいっていう気持ちはやっぱり強くなりました。東京で輝くために初マラソンに挑みます。週に1回の初マラソンなので、積極的なレースもでき怖がらずにできたらいいなと思います。まあ、と語る関根花美ですが、実はあの大南姉妹を指導していました。そして高橋さんとも、はい、ずっと一緒に練習をしたで高橋正彦監督が指導をしていますが、はい、久しぶりのマラソンへの挑戦ということで、ほとんどあの前例を振り返らなかったそうですね。はいはい、まあ、本当に関根さん自体が走るの大好きな選手なんですよね。休みの日でも30キロを自分で走りに行ったり、はい、また40キロ走してもその後に2時間ぐらい走るというふうな感じで、はい、走り続けている、それが土台になっている部分が大きいですね。そうです。まあ、そういう意味ではまあ、高橋さん、野口さんと同じで走るのが大好きという、マラソンをしたくてしょうがなかったという関根花美選手が完全と先頭集団で頑張っています。まもなく20キロ、そして中間点へと向かいます。今シーズンのマラソングランドチャンピオンシップシリーズの最終レース、名古屋ウィメンズマラソンです。名古屋栄の中心街が近づけてきています。高岡の交差点を通り過ぎますとちょっと上り坂があるので、少し状態を見るにはいいポイントなんですが、バイク解説の金さん、完全に体型がこの数キロ変わらないんですよね。はい、いやもうペースもね、非常にペーサーがうまいんでしょうね。はい、3分23秒から2秒ぐらいでずっと同じなんですよ。はいはい、ですから選手たち、いわゆるマラソンでこうはまったという状態ですよ ね。 なるほどね。もうあまり力を使わずに進めることができますので、はい、これあのペーサーがいなくなってからの、はい、逆にペースアップがね怖いですよね。まもなく中間点でバスコム1人が外れて、その後ジェプケショとバーソシオは25キロで外れて、そこからがどうなるかという一つのポイントでもあります。先頭集、はい、そういった時っていうのはやはりドーンと上がる可能性もある中では、選手は今どういうふうな面持ちで走っているというのを、ちょっと野口さんはどういうふうにしてましたか。そうですね、あのやっぱりあの先頭のあの引っ張ってる人の動きを見ながら、この辺かな、この辺かなっていうのをなんか探っている状態ではあると思うんですよね。準備していかなければいけないですよね。はいはい、あのその時に離れた1秒2秒っていうのが取り返しがつかないことになる可能性があるので、はい、選手はこの辺りからしっかりと選手の動きっていうのを見ながら走るって大切ですよね。大切ですね。まあ、そういう意味ではまた応援の声も高くなってくる名古屋の中心街、高さ180メートルの名古屋の街のランドマークテレビ塔です。と言いましても、今テレビの電波はここからは出ていません。展望台は見下ろさずともパノラマが楽しめるということから、日本夜景遺産にも登録されているこのポイントに上山真美アナウンサーがいます。お願いします。柔らかな春の日差しが輝くテレビ塔、その横をランナーたちが進んでいきます。横断歩道を目安にトップ差をお伝えしていきます。今第一集団が通過しました。ジェメリー、ダニエルの後ろ、小原、そして初マラソンの関根、岩出が食らいついていきます。ここでは歓声も起こり、皆さんが応援を送っています。ここで一旦間隔が空きまして、私がいる場所からは次の選手の姿がまだ見えています。あ、失礼しました。少しずつ見えてきました。次の選手の姿が見えてきました。ここでも先頭集団とのトップ差をお伝えしていきます。16番の野上です。野上がまもなくポイントへと差し掛かります。風はほとんどありません。日差しを受け今ポイントを通過しました。トップとの差は37秒というところです。大きな声援の声も上がっています。そして見えてきているのは110番の土井です。土井です。土井がまもなくそのポイントへと差し掛かります。土井ゆりえ、今横断歩道を通過していきました。トップとの差は54秒。そしてここで集団がまた来ました。ここでは加藤美咲、そして前田の2人、トップとの差50。はい、ということで、50数秒という差で先頭との差ということになりました。さて
先頭集団まもなく20キロ、ジェメリー、ダニエル、アセファ、モハメドの4人の海外勢、それから小原、岩出、関根が非常に楽しみです。20キロのチェックポイントが近づいてきています。少しずつ軽い上り下りを繰り返しながらこの後100メートル道路へと向かっていきます。ハーフがどのぐらいなのかも楽しみですし、この5キロもどのぐらいのペースで、いわゆるハマったということで、ここ数キロは23分23秒か22秒って測ったように来ています。ハマるとどうなるかというと、はい、速さをあまり感じずにジョギングをしているような形で、はい、自分の力をね、はい、貯められることができるんですよね。まあ、要するにもこう何か物を考えて走ってなくても、はい、そのまま足が進んでいく状態ですかね。はいはい、私はこう寝ているぐらいの感じっていうふうにいつも感じてはいるんですけれども、はいはいはい、それぐらいの形でいくと後半に力をこう蓄えやすいっていうのがあります。まあ、そういう意味では力の比べは見たいですね。さあ、まもなく20キロ。今通過をしていきました。1時間7分と49秒ぐらいだと思います。48秒と出ました。従いまして、この5キロも16分、まあ、大体17分ジャストということで設定ペースの中にはまっているということで、この後のいわゆるはまっている日本人の集団たちも落ち着いて給水も取っています。もう給水も全くこう心配しなくていい状態になってきましたね。そうですね。また給水ではペースのアップダウンがあるので、はい、そのあたりをしっかりと考えながら取らなければいけないですね。はい、また前田彩里の応援団がここにありましたが、こういうあのチームの応援の中でこの先頭集団の面々もまた力が出るところもあるかもしれません。野口さん、あの、はい、今日のこのコンディションの中で給水の重要性というのはどうでしょう。あ、やはり予定よりもやはり気温が上がっていると思うので、はい、絶対もう一箇所でも外したらもう命取りだと思って取らないといけないですよね。今日の名古屋はちょっと冷え込んだんですが、はい、その後上がってくるのが15度。実は野口さんが2002年に体験した名古屋国際女子マラソンもものすごい勢いで気温が上がって、はい、あの時正午のスタートでしたが最後20度を超えるということで、そうですね、はい、きつかったです。そうですか、はいはい、その時に給水で気をつけたことはどんなことでしょうか。いや、初めてだったので、ええ、監督コーチから給水だけは絶対しっかり取れよっていうのはもう本当にもう耳がタコになるくらい言われてたので、はい、それだけは意識していました。鈴木愛子選手が見えましたね。大きな声関根花美選手に送りました。その声を受け取りました。はい、給水は体にかけるっていうような形で、ええ、体をこう冷やしていくっていうのも一つポイントですね。はい、おっと関根がその声を受けてやや岩出の前に出ようかという、どちらかというと海外勢が少しずつですが、ちょっと高橋さん、ペースメーカーを押そうかなというふうにさ見えるんですが、やはり強い選手が、ね、控えてますから、はい、ダニエル選手もジェメリー選手も少し遅く感じている可能性もありますね。その中ダニエルだけが少しその集団を見つめながらということですが、はい、その他は完全に横一段というような形になってレースは進行しています。おっと今左の方向応援団がいました。岩出レイヤーのおそらく応援団で、岩出がこのレースに入って初めて野口さん笑顔を見せながら、あ、そうですね、はい、余裕ありますね。そうですね、はい、まあ、しかしここからはペースメーカーが外れて、まあ、笑ってはいられないという戦いが始まりますね。ここからですからね。そうですね、はい、岩出自身も三重県に際し現在の津市の出身で豊川高校、まあ、ご当地選手ということでもあります。所属先を変えて、まあ、プロとして覚悟を持って高橋さん臨んでいるシーズンですね。そうなんですよね、はい、一人でやるようになって自分の弱さは甘えというのがなくなった、チャレンジしていく姿が強さというふうに赤星コーチもおっしゃっていましたけれども、これからやはりばらけた時にその力が発揮できるのかもしれないですね、はい、そうですね。唯一ダニエルあたりでしょうか、少々遅れ気味というような先頭集団がまもなく中間点を迎えようとしています。三倉という大きな交差点があるんですが、そこを挟んで21キロと中間点です。見えてきましたのは徳川の御代から芸どころとして知られました名古屋、その現代の拠点になりそうな4月1日まもなくこけら落としの生まれ変わった御園座です。上には地上40階建てのタワーマンションがそびえ立っています。その中先頭集団は21キロを通過していきました。この位置の3分23秒、ぴったりですね。はい、まもなく、バスコムだけが外れていきます。バスコムも世界選手権 5000m、1万m の代表選手です、はい、いや、ここよく引っ張りましたね、はい、はい、ということで注目の中間点です。今中間点を通過していきました。1時間11分33秒ということで、単純に倍しますと23分前半22分台も当然目論めるという形になりました、はい、この後必ず上がってくると思います。そうなんですよね。今日の場合は野口さん、はい、
上がっても全くおかしくないですね。そうですね、はい、もう皆さんあの海外勢が 20分21分の選手が多いので、はい、多分22分台の後半ぐらいは狙えるんじゃないかなと思うんですけども、先ほど3番のモハメド選手が靴ひもが外れて、はいはい、一旦あの後ろに下がりましたけど、はいはいはい、やっぱりまだこの、ね、ペースなので追いつける、まあ、あのペースなんでしょうね。そうですね、この、はい、今画面で捉えているのがダニエル選手ということでもあります。モハメド選手強いですよね、はい、ちょっと後続の中間点もご覧いただこうと思うんですが、はい、高橋さんがついてるんでしょうか。はい、私は現在前田沙織のグループにつけています。6番のサラドスセーナが引っ張っているというところなんですが、ここは3人です。前田そして加藤と3人で今中間点通過しました。手元の時計で1時間12分41秒です。1時間12分41秒ですから、まだ2時間25分台を狙えるという3人です。あとしかしここで6番のドスセーナはやめてしまいました。走るの日本人2人になりました。これは日本人の6位と7位というところになります。 MGC 絡んでは6位と7位というところで見えないラインがあると思ってもいいかもしれません。そしてカメラを少し前にやりますと110番の土井ゆりえの姿が見えるんですが、その土井との差はどうでしょう、およそ6秒というところで、この1キロ前田は3分27秒で走っています。まあ、この加藤前田を従えるように、実はその前 の、 あの実業団2年目千葉鳴門高校出身という土井ゆりえ選手頑張ってますね。一般参加の選手も頑張って現在先頭とは330メートル、完全にこう目標を切り替えたランナーたちです。ちなみに加藤美咲選手は2時間27分48秒というのが、豊富でパーソナルベストを出していますので必要だというタイムということになっています。その目標があるという九電工キャプテンの加藤美咲選手です。それから下地のり子選手が出しましたチームの記録2時間27分01秒2001年から破られていないんですが、これの目標もあるという、加藤美咲選手です。新たなその伝統チームの伝統を築き上げようという思いもあります。レースはいよいよ後半に入ってきました。中間点を越えて少しずつなんですが、先頭集団ペースメーカー2人になった後、ジェメリ、アセファ、小原、岩出、関根、モハメドの集団なんですが、金さん近くでご覧になってですね、はい、今画面でもご紹介していますが、はい、まずダニエル、それから小原、この位置取りどうなんでしょう。ダニエル選手はですね、ずっとあの先頭からちょっと間を置いて走ってましたので同じような感じなんですが、小原選手が今下りに入ってジェメリ選手がちょっとペース上げたんですよ。ははは、それにちょっと対応できなかったような感じで今じわじわ離れつつあります。そうですか、はいはい、ただまあ言っても5メートルぐらいでしょうかね、はい、そうですね、今ただじわじわと今私の目線からも先頭から小原選手離れてますの です、ここは頑張りどころですね、はい。名古屋が誇ります2本の 100m 道や若宮大通りへ入ってきまして、ここで向きが一旦変わります。先ほどまで進んでいた進行方向と逆になりまして西へと進む形になります。いや、小原選手頑張りどころですね、はい、今そうですね、はい、10メートルぐらいはついたかもしれません。 MGC で第1号になった前田穂波さんは同じチームメートなんですけれども、はい、やはり同じ練習をしているからこそ自分にも自信になるというふうにおっしゃっていました、はい、それをこう思い出しながらね、しっかりとここは耐えてもらいたいところです。そうなんですよね、実はちょっと左足に力が入らないという状況が続いていて、まあ、時折その力が抜ける状況が、あるのがなかなかの悩みだったというふうにも聞いていますが、そういう形のそのいわゆる抜けるという感じは野口さんも経験されたと思うんですが、はい、もう2012年の時にまさにその症状に陥ったので離れてしまったりもしたんですけども、はい、まあでもまだ若いですからね、はい、筋力もまだあると思いますし、そうですね、落ち着いてこのままずるずるいかない、離れない、離れすぎないようにしたらなんとか追いつけると思うの で、 そうです、ね、はい、諦める必要のない距離、そうですね、はい、この後ペースメーカーが外れます。まもなくペースメーカーが外れるという形、しかもこの辺りは結構アップダウンとカーブがありますから、いわゆる
ここで苦しさを感じている選手に矢野口さんちょっと厳しい、ちょっと厳しいかなと思いますね、はい、だから小原選手も先ほどからちょっと見てるんですけど、動きが全く変わってきたので、はい、なんとか気持ちを切らさずに集中して走ってほしいなと思います。そうです、左右にちょっとブレ始めたところが見えますね、はい、優勝争いも緊張感が漂ってきましたが、それと同時に MGC グランドチャンピオンシップの出場権というのも非常にこう厳しさを増してきている後半戦です。さてバイクリポート高橋アナウンサーがついてますか。はい、私は今前田彩里についています。その前田ですが現在ナンバーカードと同じ日本人の7位です。ということはこのままでは前田はこのレースで MGC 獲得はなりません。この23キロまでの1キロが3分33秒です。その前の1キロが3分34秒ということで、まあ、加藤が上げたというよりは前田が少しずつ遅れ始めているという形です。その前にナンバーカード15番現在日本人6位の加藤美咲が見えるんですが、今は8秒ぐらいの差がすでについてしまっています。ではその加藤美咲まで追い上げてみたいと思います。前田ですが真横で見ますと汗などは書いていないんですが、1キロずつ時計を見てラップをしっかりと測って時間を見ています。その前田の前、加藤美咲です。加藤美咲の方が少し発汗、汗の様子が感じられます。加藤美咲はもうすぐ前、110番の土井ゆりえ、日本人の5位の姿もすぐ前に見えているという加藤です。まあ、それぞれが今ご紹介した通り高橋さん前を追いながらということですので、その中で苦しい前田彩里の姿というのはどういうふうに映ってますか。いや本当にもう MGC の獲得ということを切り替えて最後までしっかり持つ走りをしていると思います。加藤さんはねどちらかというと小原選手と直前の連合合宿では小原選手の前を走っていたというような、あの調子の良さを感じていたので、まあ、非常に誰に聞いてもね、素晴らしい走りだったというふうに聞いてますけど、はいはい、この後また上がってくる可能性も十分にありますね。そうですね、という MGC 争いも何とも言えない厳しい状況になってきています。画面は先頭に戻ります。若宮大通りに別れを告げまして再び伏見通りに戻ってきました。今度は北へ名古屋城の方向に向かっています。ここもまた上りになります。そして間もなくペースメーカーが外れて、まずはそのジェメリー、それからモハメド、こういうあたりナンバーカード3番のバーレーンに国籍を変えましたメリマ・モハメド、この辺の野口さん、はい、動きが気になりますよね。そうですね、そろそろあの第一段階のスパートを仕掛けてくる頃なんじゃないのかなとは思うんですけど、そこに日本人がちゃんと動きを見てついてくれたらいいなと思います、はい、そうですね、はい、そういう意味で位置取りは関根、それから岩出、そういうところはなかなかしっかりしているなという印象はありますが、どんな風に見えますか。はい、そうですね、このペースメーカーがいなくなるイコールその後ろについている人っていうのはすぐに先頭に出なければいけないリスクがあるんですね、はいはい、なので岩出選手なんかは埼玉まで引っ張らされたっていう思いがあるので、しっかりそれともイメージして後ろに回っているんだと思います。それからあの岩出選手は野口さん、はい、あのアルバカーキでは、はい、たまたまその横浜をかつて走ったキャロライン・ロティ選手という、はいはい、選手が あのアルバカーキに近いサンタフェを拠点にしているということで、そこでその知り合いのケニアの選手とすごく練習したんだそうですね。一緒に練習したんですね、はい、じゃあもうなんか動きとか流れとかも結構分かってるはずですからね。それこそ途中でトイレ休憩を取られた後にパーンと切り替えられて、これが切り替えだと思ったと、はい、ただちょっと今、はい、岩田選手の前に1メートル近くのそうですね、少し遅れましたね、はい、遅れました。先ほどからきつい厳しい顔をしてしんどそうな顔はしてたんですけれども、ペースメーカーが外れるところで、あるいは切り替えが行われようとしているのかどうかですね。そうですね、はい、一気にちょっと間が空いてきたのが気になりますね。黒のユニフォームの岩出の少しその足のバランスも明らかに先ほどとは違う感じになってきました。そうですね、はい、あのもともと流れる、後ろに流れてしまう選手なんですけど、横に流れてしまってきているので、はい、ちょっと心配ですね動きがね。さあペースメーカーが外れる25キロというポイント、動きはあるのかどうか。今25キロを通過しました。あっと16分48秒というこの5キロのカバーになりました。さてこの後給水があって、岩出はゆっくりでもいいから追い上げてほしい。それから関根、はい、関根さんはすごくいい走りですね、はい、前に出ずに、そして周りの状況を見ながら後ろにつくという形にこれからなるんじゃないでしょうか、はい、押し出されなければいいですね、はいはい、このまま給水を取って前に押し出されるような形で引っ張るようになってしまうと、ただこの給水で少しペースがやや落ち着いたように見えますので、岩出との距離差はちょっとなくなりました。そうですね、はい、ただ今先頭の方にまず誰が仕掛けるか、はい、むしろ関根が前に出ました。関根さんが少し、はい、まあ、押し出されるような形になっていますので、はい、
ただ一方 の, その海外勢ジェメリ、それからモハメドは実は 1500m の出身で、そういうところでスピードをつけたランナーです。そういうランナーたちが誰へ行ってほしいのか、あるいは自分で行きたいのかというところ、まだちょっとこうゆっくり水を飲んでいくわよって感じでしょうかね、はいはい、まだ海外勢ここで行くかと思いきや、少し様子を見ている形ですね、はい、そうですね。日銀前2度目の交差点を出ました。大阪では野口さん、前田穂波選手が MGC のすでに権利を獲得したとはいえ、はい、こういうあたりから非常にレースを動かしてきましたね。そうですね、あっと切り替えが、そうですね、ジェメリが出ました、ジェメリがここ出ました、はい、日銀前の交差点でジェメリがスパート、はい、さあこの切り替えにまずついていけるかどうか、ハーフもまだ経験をしていない関根花見、果たしてどうでしょうか。後ろについていくのはアセファ、それからモハメド、その前に持ちタイムが一番いいというバラリー・ジェメリ、前に出て現在3メートル。ただかつての名古屋ウィメンズでもありましたが、金さん、こういうので一度失敗しますとまた緩めるってことは何度もありますよね、はい、さあただ今日は気象コンディション非常にいいですからね、はい、このペースアップはかなり早いですよ。またさらに上がってますね、これは完全に上がってきています。3分10秒ちょっとでいくと思います。食らいついてほしい関根花見。関根さんも30キロのペース変化走というのを何回もやっていますから、はい、しっかりとこう上げたり下げたりといった練習もこなしてます、25キロを過ぎてバラリー・ジェメリがスパートをかけました。おととしバルセロナで初めて30分を切った選手です。そこに食らいついていきたい、現在第4位の位置を走っています初マラソンの関根花見、まだ22歳になったばかりです。リオデジャネイロオリンピック1万メートルのその代表でもあります。その代表の座を獲得したのも実はこの名古屋瑞穂で行われました第100回の日本選手権でもありました、まあ、まさに16年の活躍というのは高橋さん素晴らしかったですよね、はい、そうですね、もともと豊川高校でエリートで来ているんですけれども、それが開花した瞬間でもありましたね、はい、16年はそうですね。その豊川高校の出身の2人、岩出玲也、それから関根花見と日本人1位2位を争っています。関根花見はまだ世界と完全と戦うそのファイティングスピリットを忘れていません。完全に一列棒上、この1キロはかなり上がったんではないでしょうか。今この1キロ3分16秒でカバーしています。3分16秒でじわっと上げてきました。その後ろのメンバーもおそらくですから金さん、関根だって3分20秒前後、はい 3, はい、3分21秒で来てます。まだまだいける感じでしょうか。まだ必死に前を行くナンバーカード3番のモハメド選手がいますので、そうですね、はい、モハメド選手は背中をしっかり落としてですね、モハメド、アセファという 1500m が前非常にこう専門だったという2人が前を引っ張ってくれます。そしてそのオリンピックへはトラックで出たという関根、ただオリンピックに出てもなお野口さん、はい、ここは私の終着点ではないと思ったそうですね。あ、そうですね、絶対にマラソンだと、はいはい、まあ、彼女スピードもありますし、はい、長い距離走るのはとても好きな選手なので、それを生かして、はい、本当にマラソンに向けてチャレンジしてほしいですよね。そうですね、はい、どこまでも青い空、その向こう側に名古屋城の天守閣が見えます。その天守閣、そして海外勢を目の中に入れながらこのまま粘ってほしい。すぐ目の前に前の選手がいます。現在4位を走行中、3位へ上がってほしい、まずは3位へ上がってほしいという関根花見の力走が続いています。名古屋城のすぐ横を走って27キロを通過して市役所の交差点を左に曲がって名城公園の横を走っていく選手たちです。さて日本人 の, その MGC 争いが非常に熾烈になってきていますが、先ほどは日本人第7位を走っていました前田はどうでしょうか。加藤さん、第2放送車です。はい、その前田彩里ですが今 26.4 キロというところ、実は25キロ前に後ろを走っていました田中花江に抜かれ、その直後につけようとしましたがつくことはできませんでした。さらに17分30秒という5キロのペースで走っていたはずのナンバーカード114番の初マラソン谷本瑞希にも抜かれまして、現在日本人9位というところ、 MGC というランクとしましてはこの前田彩里かなり厳しい状況と言わざるを得ない、そんな形になっています。2年半ぶりのこのフルマラソンです。いや、もう表情が非常に厳しくなってきました。そして小原の動向はどうでしょうか。バイクリポート高橋さん。はい、その小原ですがちょうど今27キロ地点を通過して、この1キロが3分35秒です。
25キロの通過が1時間25分ちょうどということで2時間23分台を狙えるまだペースで走っているんですが、ちょっと口が開いて苦しそうな表情に変わってきました。1秒の重みを誰よりもしているランナー小原ですが、ではその小原から前までどれくらいの差があるか追い上げてみたいと思います。ちょうど今説をして、その名古屋城を左に見ながらという小原ですが、ではそこの小原から追い上げてみます。その前ですが、小原が現在日本人の3位ということになります。その小原の前です。150メートルから200メートルぐらい行きました。ナンバーカード10番の岩出レイヤです。ちょうど今その名古屋城の下り坂に差し掛かったというところです。その岩出も少し口が開いて苦しそうな表情に変わってきました。三重出身、目標タイム2時間22分30秒という優勝を狙っているというコメントもあった岩出ですが、その岩出から、ではその前、日本人トップの関根まで追い上げています。その岩出の前ですが、まずは海外招待選手がいます。海外招待選手ナンバーカード3番のモハメドです。モハメドがいて、そのモハメドのどうでしょうか、20メートルぐらい前に初マラソンの関根花見、堂々としたここまでのレースぶりです。関根花見の姿が見えました。すでに下り坂を終えています。下り坂苦手というふうに話していた関根ですが、今関根がしっかりとサングラスをかけて表情は見えませんが、前を見て走っています。現在第3位というところを走っている関根花見です。ただ先頭が高橋さん、ちょうどですからペースメーカーが外れる直前の1キロが3分17秒、その後1人で持っていったジェメリーは3分16、3分13と上げています。はい、そうですね、はい、ただ関根さんの姿を見ても、はい、辛くなると力んで、腕が上がるというような変化があるんですけど、今それが見えないんですよね。非常にうまく一気にこう上げずに縮めていると思いますね。3位にこうしっかり上がってくるといった部分では前を見据えていると思います。まあ、ダンスをやっていたという柔らかい体でちょっと前傾になりがちなフォームだということを気にしていた高橋監督ですが、でも逆に言うと野口さん、下り坂は大変得意なんだそうですね。あ、そうですね、はい、前傾が得意ということは下りにそれだけストレスがかからない走りができるということだと思うので、はい、いい感じだと思いますよね。逆に今度はその34キロ手前で高橋さん、はい、上りが訪れました。そこはどういう形で関根がカバーしていくかですね。そうですね、はい、しっかりと足だけに頼らずに上半身もうまく使って登っていってほしいですね。はい、上りのフォーム自体は都道府県女子駅伝の時に東京高校の短距離の先生に教えてちょっとヒントをもらったというふうにも聞いています。そういった、まあ、いろんなこうアンテナを張った高橋監督のそういう知恵がこの後生きるかどうかという未知の領域にすでに入っている関根花見です。非常に体幹トレーニングもするので、はい、体が強いんですね。そういうのに活かしてもらいたいです。そうですね、金さんまた後ほどお願いします。ということで、はい、間もなく30キロのポイントも近づいてくるという名古屋ウィメンズマラソンです。世界の仕掛けに何とか食らいつこうとする関根花見、初マラソン現在3位を走行中。先頭はジェミリ、そしてその後にアセファと、それからジェメリの差ぐらいの差で関根が追走しているということですから、だいたい40メートルぐらいの差と高橋さん言っていいでしょうかね。はい、そうですね、はい、ただ関根選手は40キロの練習を5、6本、50キロの練習も1本と、その練習すべてがビルドダウンが1回もなく後半上げてきてるんですよね。そう考えると2番のアセファ選手を捉える可能性は十分にあると思いますね。モハメドも捉えましたからね、はいはい、ここは最大の頑張りどころを野口さん迎えていると言っていいと思うんですか。そうですね、はい、本当に初マラソンとは思えない力強い走りだと思います。まだこの後距離もあるので本当に追いつく可能性は絶対あると思うので頑張ってほしいです。近くでご覧になっている金さん、関根はいかがでしょう。その関根選手ですね、はい、本当に今おっしゃったようにしっかり前を見据えてですね走ってます。今の1キロが3分24で、その前が21秒で来ましたので、ね、はい、いいペースですよ。16分台で刻んでくればこれ記録も結構楽しみですね。はい、23分台は確実に出せるようなペースをしています。そうですね、まあ、あるいは松田瑞生の初マラソンにもちょっと触発されているところはどうでしょうね、金さん。そうですね、あとこの間の東京マラソンの男子の、ね、設楽君も、はいはい、離れてから後半粘りましたから、ね、ああいったことを、ね、参考にしてくるんじゃないでしょうか。おっしゃる通りですね、はい、展開を一つ見せてほしいですよね。はい、一旦下がって設楽選手も上へ上がってきたということでもありました。
安藤由香が激走しました。結構初マラソンが急にこの、ね、高橋さん元気が出てきた日本女子マラソンですよね、はいはい、去年の安藤選手の21分も衝撃的でしたけれども、はい、それからちゃんとマラソン界続いてますからね。そうなんですよね。その流れを受け止めてもらいたい、はいはい、ご紹介している坂本直子選手の2003年の記録を破ってみせたという去年の安藤の快走がありました。そして今年1月には22分44秒松田瑞生の腹筋走りが好走したということでもありました。この2つ あとはゼロいくつばっかりですから、野口さんいかにこう停滞感をブレイクスルーしてくれたということですね。そうですね、はい、本当若手の選手がこれだけ積極的に頑張ってくれているので、はい、他 の若手の選手も本当にそれに触発されてどんどん頑張ってほしいと思います。そうですね、はい、しかし野口さんいつまででも走ってる。野口さんも今ちょうど高橋雅彦監督が今沿道にいましたね。そうですね、はい、赤いジャージが見えました。関根さんに、ね、声をかけると思いますよ。そうですね、はい、今向こう側を向いているこの頭が見えていますが、所属チームの面々です。ここは最大の粘りどころ、ほとんど厳しい口調では指導しないという高橋正彦監督、1回だけ叱ったというふうに言います。その時涙を流したというふうにお話を聞いていますが、それでも頑張り屋さんだったその関根花美、見事な初マラソンが続いています。記録が楽しみです。そしてこの後2位に上がれるかどうかも最大の注目。さあ高橋正彦監督、そして鈴木愛子選手、ゴーゴー花美の声が聞こえました。実は高橋監督言ってましたけれど、このマラソン1本がチームに与える影響も大きいという話をしています。花ちゃんが走れるんだったら、もし逆に走らないんだったらどうなるかという話もしていました。今先頭ジェミネが30キロ通過して1時間40分52秒、一気にペースを上げてきました。1時間40分52秒という16分16秒ですか。早いですね、すごいペースで上げてきました。一気にスパートをかけてきました。これにただしかし食らいついている面々、その後アセファー、でも世界大会ではね、はい、これだけのペースアップをすることっていうのはもうザラにあるというぐらいありますから、はい、しっかりとこういったた状況を経験として積み重ねてもらいたいですね。そしてさらに関根の30キロも注目しましょう。1時間40分を超えてきました。まもなく追加します。1時間41分33秒ということで、まだ22分台十分金算可能ですね。はい、今の1キロも3分22秒でカバーしてますよ。16分台でカバーしています、はい、まだ全く諦めていません。前との差はどんな風に見えますか。2位のアセファとの差はどうでしょう。アセファとの差はですね、あまり変わらないですね。同じようなペースで、はい、行ってます。まあ、アセファにとってもまだ視界にジェメリが捉えられている状況です。金さん、アセファもですねかつて2度のオリンピックを 1500m で出場している選手、そういう意味で勝負強さは絶対あるでしょうね。そうでしょうね。ねそういったトラックで培ったものがね、このマラソンに生かしてくるのが最近のもうスピードマラソンのね上等ですから、そうなんですよね。まあ、そういった意味では関根選手も、ね、トラックで活躍したスピードを今生かしてますからね。そうなんですよね。一気に開花した一昨年のそのオリンピアン、はい、関根花美1万メートルの31分22秒92は実は高橋さん、はい、全選手の中でペースメーカーのいたら一番の記録です。そういったところを自信にしてもらいたいですね、はい、リオオリンピックではどんなレース展開でも動揺せずに自分のレースに持っていく力というのを学んだところだというふうにおっしゃってましたけど、はい、まさに今それを生かす時かなと、ね、この動揺せずにね自分の力を出してもらいたいですね。今ジェメリが 30.603 キロの構成通りの2丁目の折り返しを通過しました。ここで差が見えると思います。その後ナンバーカード4番のメスケレム・アセファ、さらにその後に関根です。ちょっと一旦のスパートは穏やかになった感じはあります。今19秒の差で1位と2位、ジェメリとアセファです。そして関根、そして関根まもなく通過します。世界とぜひ戦ってほしい。ここから少し風でも吹いてくれないかなと思うような、現在西の緩い風が吹いている。そして気温が上がってきました。今45秒の差、従いまして前とは26秒の差、前の汗または26秒の差。金さん、この差をどういうふうにご覧になりますか。そう26秒ですが、はい、姿はしっかり見えてますので、
今の3分22、23秒をずっとキープすれば、ね、朝選手が落ちてくる可能性あります。野口さん、やっぱり野口さんのカムバックもそうでしたが、見える位置でしっかり追うことでしょうね、はい、そうですね、はい、関根選手は先ほどからも最初からもずっと前を見ているので、絶対に気持ちは切れていないと思うので、はいはい、頑張ってほしいですし、アセファ選手はちょっと前かがみになってきているので、はい、少しずつちょっとこのまま行くとずるずる落ちてきそうな気もします。やはりジェメリのペースは落ち着きました。3分20秒と5秒、先ほどの1キロよりは落ちています。でその後のアセファ、その少しおそらく後ろから見ていてもそういうことを感じられているかどうかという関根でもあります。31キロをレースは超えています。残りは11キロ、そして10キロを切ってくるというところ。一人旅になっていますバラリー・ジェメリ。あまりマラソン経験で目立った成績はなかったんですが、ここ数年一気に開花した選手です。しかも4戦連続で自己ベスト更新はすごいですね。今6歳の、女の子がいるんですけど、ミシェルちゃんが、子供が生まれてからこう養うために何をしたらいいだろうと思って始めたのが陸上、それからこれだけ強くなってきてるんですよね、はい、いやもうただものではない。これから2020年の東京を考えても非常に恐ろしい存在ではあります。歴代2位のメアリー・ケイタに、それからキプラガタなどと一緒に練習をしている。高橋さんも行かれたことなので、イテンという町 で、はい、イテンですね、はい、ケニアです、はいはい、という、いわゆるトップアスリート養成のコースで戦ってきました、はいはい、イテンはマラソンの街というほどに、走っていると20人30人の選手とすれ違うんですけれども、はい、そこの中に世界記録保持者であったりとか、男子のですね、もう本当にすごく刺激をもらえるような場所なので、はい、そういった中でやっているというのは大きいですね。そうですね、先ほどからトラックの話が出ていますが、野口さん、実はこの人、はい、トラックの記録はほぼないんですよね。逆に、そうなんですね、はい、いやすごいですね。そうですね、という選手が、走っています。で高橋さん、事前の取材の時に必ず小学校までの距離がどのぐらいで、どういうふうに通ってましたということを質問されてましたけど、はい、そうですね、5キロなんですね、はい、ケニアの選手は往復で20キロ行きますよ、30キロ行きますよという人がこう多いんですけれども、はい、彼女の場合は陸上経験がないので、相当その距離が長いのかななんて思ってたんですけれども、はい、5キロぐらいで、この土台がしっかりできているというのは逆にすごいなというふうに感じましたね。子供の頃は何でも野口さん一足しかない靴を非常に大事に履いて、はい、で学校に通ってたというふうに言ってます。やっぱり環境がね、なんかそうやって強い彼女を作っているのかなと思いますよね。そうですね、はい、そのジェメリの快走についていくアセファ、そして関根というところ。関根のフォームがちょっと気になりますが、また金さんに伺ってみましょう。金さん、フォームの変化は特にないでしょうか。はい、前傾の特徴は変わってないんですが、今30キロやはり過ぎてですね、少しやはり足が辛くなってきてますね。もう初マラソンですから、ここまでね、この順位と記録で来てるだけでもすごいんですが、はい、これがこのね、今日の初マラソンが次に必ずつながりますから、間違いないですね。ここはね、本当にトレーニングしてきたことを信じてもう粘ってほしいです。そうですね、なんて言ったって東京町田市の出身です、はい、今日は3月11日仙台育英高校1年の時に震災がありました。あれから7年です。その後愛知の豊川高校に編入をして、2014年からまた東京に戻って実業団の活動をしています。そういう意味ではこの愛知は因縁の場所でもあります。オリンピックをつかみ取った場所、そして一旦東京から離れる覚悟をして、その後一旦仙台に行った後、また愛知で新しく活動をした場所、そこの陸上へかける覚悟を感じると高橋正彦監督が言ってました。さて日本人のその後の争いなんですが、岩出玲亜選手も途中まで頑張ってましたが、後続どうでしょうか、伝えてください。高橋さん、はい、その関根と同じ愛知豊川高校出身の岩出玲亜です。全体の5位、日本人では関根に続いて日本人2位ということになります。先ほどの30キロのタイムが1時間42分14秒ということで、まだ2時間23分台を狙えるというペースで走っています。そして先ほどの最近の1キロ、31キロまでの1キロが3分36秒です。ちょっと3分30秒を超えてペースが落ちてきているんですが、もうすぐ前にはナンバーカード3番のメリマ・モハメドの姿が見えています。タイム差は先ほど15秒あったんですが、今はもう10秒に縮まっています。その前の関根とは先ほどの折り返し地点で46秒の差というところで、ここ直線道路ですので、その前の関根の姿まで小さく見えている岩出です。実は赤星一平コーチはボトルに一つのサインを書いています。タイムが書いてあるんですが、高橋さん、2時間24分という、はい、このペースでの設定のタイムを書きました。なぜかというと、これが最低限の記録だと。今ちょうどそのラインで頑張ってますね。はい、そうですね、
その岩出選手です。そしてそれから小原選手はどうでしょうか。第2放送車、はい、日本人3位の小原玲につけています。今まもなく32キロというところになっていますが、この小原も30キロ通過タイムが1時間42分50秒で、 MGC を考えますとこのままいくと予想フィニッシュが2時間24分台の半ば、まあ、十分可能だというところなんですが、ただ30キロ以降は3分35、それから3分38と少しながらも遅れています。まあ、本人もこの大会に向けて正直満足な練習はできなかった、十分にはできなかったという話をしています。厳しい戦いになるだろう。ただ指導する武富監督もあとは気持ちの作り方だけ、気持ちだけだというところ、今前も見えない状況でその気持ちが一つ試されるこの小原の走りです。5年前から続くこの名古屋の物語です。ペースメーカーをして念願の初マラソンに臨もうとしましたが、その翌年は出られませんでした。3年前念願の初マラソンであの前田との交錯があって、出たタイムは3時間5分21秒123位という記録でした。それでも危険はしませんでした。武富監督はフィニッシュラインで待ってくれていて、その気持ちに応えようと思った2016年のリオデジャネイロオリンピックの選考レース、田中智美にわずか1秒で泣きました。去年もこの名古屋に出場しようとしましたが、直前左の第二中足骨、中足骨を痛めまして欠場。いろんな物語あります。いろんな思いをさせてもらって、いろいろ教えてもらった大会、その大会に今年も出てきました小原玲です。そういう意味では野口さんも数々の思い出深い大会があろうかと思うんですけども、はい、一度屈辱を味わった大会はその大会でしか晴らせない、そういうところがあろうかと思うんですよね。はい、そうですね、はい、ですから私も2012年の、はい、途中で離れてまた追いついたけども7位という記録に終わってしまったことがやっぱりバネになって、翌年2013年でもう一度名古屋ウィメンズマラソンで走って3位になって、そうですね、はい、世界選手権の切符を得られたので、はい、もういろんな、まあ、同じ大会でその悔しさを晴らすっていうのはすごい気持ちわかりますよね。あ、そうですか、はい、高橋さんはいかがですか。はい、そうですね、私も東京の方、東京マラソンの方でですね、落ちてしまって35キロの坂で落ちてオリンピック選ばれなかった時に、やはり止まった時計は同じところからしか動かせられないということで、また2005年にその東京で優勝したっていうところから始めましたね。そうですね、はい、その小原も粘り合わなきゃいけないという状況で今走っていますが、2時間23分20秒というのがあの1秒差で敗れたあのリオデジャネイロオリンピックのその記録でもありました。さて岩出選手をバイクリポーター捉えていますが、お、順位が変わりそうです。一つ変わりそうですね、高橋さん。そうですね、ちょっと3番のモハメドがお腹のあたりを押さえて苦しそうにしてまして、モハメドの左斜め後ろに岩出が回り込んで今も抜こうとしているところです。まもなく33キロ地点、そして勝負の上り坂というところなんですが、もうすでにタイム差どうでしょう、2秒です。タイム差2秒まで縮まってきました。モハメドの左後ろについた岩出です。現在全体の5位、4位に上がろうとしています。前には日本人は1人、関根だけです。後輩の関根を追いかけてという岩出なんですが、もう3番のモハメドの横につきそうです。そして一気に抜きそうです。もうタイム差1秒しかありません。その岩出レイヤがどうでしょうか。もう今モハメドが今少し岩出の姿を見ました。岩出の姿を確認して、岩出も一気にモハメドを今抜きました。全体の4位に上がっています。岩出です。上り坂を前に岩出が全体の4位、日本人2位という順位を上げています。日本人それぞれが思いを出して世界と戦っています。ただしかしその中で野口さん、はい、この1キロ32キロから33キロバラリージェメリはなんと3分11秒でカバーしてきました。すごいですね、ハーフマラソンとかトラックを走っているような感覚ですよね、はい、本当ですね。そのジェメリが今 33.6 キロの坂を登り始めました。300m で 12m、 もうこれは時計との勝負になってきました。どういう形の記録が出るのか、ちょっとそれでも高橋さんワクワクしてきますね。ワクワクしますね、楽しいですね、はい、どのぐらいのネガティブスプリットが出るのか、ジェメリのタイムをご紹介しています。まあ、高橋さんも実はちょっとその記録を狙うには遅めのタイムで戦ったあの名古屋国際女子マラソンで後ろ3分1秒上げたという経験をお持ちですが、そうですね、はい、この上り坂をしっかり上ることができれば、はい、2位の長谷川選手とはちょっと差が開いているようなんですが、あとはもう自分のタイム、初マラソンのタイムにチャレンジしてほしいです。そうですね、3分22ということは、はい、かなりの記録が見込めるようなそういうペースになってきましたね。はい、はい、そうですね、はい、さあそして苦手というふうに言っていたその上り坂を登ってきています。
今その下見の中で右に曲がっていくというコース取りが分かるかどうかですけれども、まあ、一番苦しいところであるのは高橋さん間違いないですね。はい、そうですね、はい、この乗り越えどころですね。そうですね、関根さんはどうしても顎が上がってしまうと硬くなるんですけれども、はい、まだそこもしっかりと目線を下げてですね、顎上がってないので大丈夫です。はい、ちょっと確かにあの苦しそうに前傾には野口さんなってますが、そうですね、はい、まあ、この上り坂を上り切ったところでどういう走りができるかっていうのもありますよね。そうですね、はい、まあ、本人は初マラソンだからこそ積極的に行きたいと意気込みを語るんですが、逆にあの親心で見守っている高橋監督はこの1回で燃え尽きないのでそこだけは何とかしたかったという話をしてました。安全運転で、ね、はい、走りたいっておっしゃってましたよね。ただあの練習ではアルバカーキの川沿いで5キロのコースを往復して40キロ走ってたそうなんですが、はい、景色の変化がない分高橋監督が隣で自転車に乗って今名古屋のテレビ塔だよとか坂だよとか、はい、ドームが見えてきたよってずっとこう話していたっていうことなので、はい、今もそういったものをしっかり練習と組み合わせながらね、はい、考えていると思います。最後の最後に、はい、どうぞ。今上りで3分24秒です。すごい素晴らしい、頑張りましたね。33キロから34キロ、3分20秒台のしかも前半でカバーしました。いやー、恐ろしいルーキーがまた出てきました。あのそういう意味でも金さん、この大阪から名古屋の流れ、はい、ビッグルーキーですね、はい、いやー、はい、すごいですね、本当に初マラソンでここまでこの一番苦しいところを、ね、もう乗り越えつつありますよ、はい、もっと言えば去年の安藤、もう本当に日本マラソン女子マラソンの野口さん、明るい兆しはどんどん見えてきてますね、はい、そうですね、はい、あの安藤選手の走りが本当にやっぱり彼女の刺激になったと思います、はい、その走りを今こうやって表現していると思うので、そうですね、はい、また安藤選手からもらったその刺激をですね、はい、鈴木彩子選手、同じチームの彩子さんもこの後マラソンにチャレンジしたいっていう風に、ね、はい、おっしゃっていますから、自分が走ることでまたその刺激を多くの人たちがこう受け渡せられるような走りですね。鍋島選手も含めてあのチームの全員が花ちゃんは一番マラソンに向いてるという風に話をしていました。そういう花ちゃんだからこそと注釈をつけた上で高橋監督はこのマラソン一本は非常にチームに与える影響が大きいという話をしています。その勝負の坂を登り切りました。そしてその後もまだ粘っています。3分20秒台を重ねていけばこれも完全に金さん22分台というのが見えてきますね。はい、あ、見えてきましたね、はい、23分台かなと思ったんですが、今の上りの走りを見て22分台ちょっと見えてきました。そうですね、松田瑞生のその初マラソンのタイムというところも若干勝負には高橋さん見えてきましたね。そうですね、はい、22分台どうしてもね自分の目標で、はい、成し遂げたいというふうにも強い決意を持って走っていますから、そこの部分も頭の中に入っていると思いますよ。松田瑞生は2時間22分44秒2時間22分以内で23分以内でこの初マラソンをカバーしたのは安藤優香、坂本直子、松田瑞生、この3人だけです。それだけのペースで今関根が走っています。今ちらっと後ろを振り返っていきました。そのジェメリが三の丸交差点を行ってまもなく35キロどのぐらいでここ5キロをカバーするでしょうか。今通過をしていきました。57分34秒ぐらいだと思います。57分35秒と出ました。この5キロは16分43秒、何しろその前が戦列で16分15秒、ペースメーカーが外れる直前から16分48、15、43で続けてきています。今水を取りましたが高橋さん、記録へのこちらの期待はどうでしょうか。いや、もうまだ全然走りが変わっていませんし、はい、まだ罠があるのでこれから期待したいと思うんですが、この選手たちと東京2020の時は争わなければいけないということをしっかり選手たちっていうのは体に刻み込んでもらいたいですね、はい、ユニスキルアが持ちます名古屋の大会記録2時間21分17秒とのこちらは勝負ということになりました。そして関根がカーブを曲がりまして35キロのチェックポイント、アセファが16秒差、58分31秒というところでカバーをしていきました。完全に22分台のエリアに入ってきました。完全に22分台のエリアに入ってきたという関根。アセファ選手も、はい、あの動きは悪くないですね。先ほどちょっとなんか心配はしたんですけども、はい、心配というか落ちてるかなと思ったんですけど、はい、なんかあまり差が開いていないので42秒差ですね、 わからないですね、はい、アセファと関根が42秒差です、はい、ということでもあります。さあ関根が頑張っています。関根のタイムが非常に注目になってきました。今中日新聞社の前を通過しているという関根花見の激走が続いています。
日本人トップ全体の3位の関根花見が桜通りまで戻ってきました。名古屋駅を背にしていよいよ終盤へと向かってきます。もう残りは10キロを過ぎて最後の終盤、2時間22分44秒の松田瑞生との完全に勝負、あるいは現在上回っているようなペースで進行しています。金さん、前の1キロがなかなかのペースだったと伺いました。いや、3分24秒ですよ。少し上っているところだったんですが、はい、全くペース落ちませんでしたね。実はジェメリ先頭がですね、3分27かかってるんですよ、はい、あ、そうすると関根選手のあの区間は早かったということですね。そういうことですね。そして、はい、今の1キロ押しました。3分25秒です。これもジェメリより上回ってます。ジェメリがちょっと疲れてきました、はい、現在3分28秒でカバーしています。ひょっとしたらひょっとしてという感じにもなってきました。リオオリンピックが終わってですね、はい、去年は少し元気な姿を関根選手見れなかったんですよ ね、そうなんですよね。自分でもプレッシャーがこうあったと、はい、なのでとにかく練習でもつい意気込んで突っ込んでいくけど、はい、途中からパタッと動かなくて不完全燃焼だった、はい、マラソン練習をして一人でやり始めて練習の中で力を出し切れるようになったんだってちょっと息を吹き返した感じがあるんですね。マラソン練習始めてなので元気な姿を久しぶりに見えて嬉しいですね。そうですね、野口さん、はい、あのオリンピアンでなければオリンピアンの気持ちもわからないと思うんですが、トラック、はい、マラソン違いますけれども、はい、そういう中で重圧ってのはどうだったですか、2004年を体験して。2004年はあの初めてのオリンピックだったので、はい、すごい挑戦者の気持ちで、はい、なんか気は楽になんかもうむしろ早く走りたいという気持ちで挑めたので良かったんですけど、2008年がやっぱりあのプレッシャーをすごい感じてしまったので、そうですね、そういった意味ではやっぱり、はい、プレッシャーとの戦い、ちょっと後続に動きがありました。高橋アナウンサーがついてますね。はい、今ナンバーカード16番野上が8番の小原を抜きました。小原を抜きました。上り坂の前で21秒の差があったんですが、一気にこの1キロで縮めました。その野上ですが、35キロまでの1キロは3分32秒です。35キロの時点で2時間1分9秒、予想タイムは2時間26分3秒というペースで走っています。小原を抜き去って今野上が上がっています。野上が全体日本人の3位まで上がってきました。小原が現在日本人の4位ということでもあります。このだけのハイレベルのペースですので、おそらく6人まで視野に入れて MGC ということに高橋さんなってくると思うんですよ、はい、そうですね、はい、あの離れているんですけれども、でもタイム的なことを考えると、はい、みんないいペースで走ってるんですよね。そうなんですよね。4位から6位で2時間27分以内、このペースがどうかということなんですが、でもこれ2時間27分以内が6人以上ということになります。これもまた野口さんすごいことですよね。いや面白いですよね、はい、全体のペースが、全体のレベルが上がってきました。そこに向かっていきます大原玲。なんといってもオリンピックへの思いはひとしお強い人です。しかもこの名古屋で何とかしたいという思いも強いはずです。小原玲が今桜通りへと戻ってきました。ちょっと先頭のジェメリーが記録達成に向かって単独走でどうなんでしょうかという感じもあります。それが後ろのアセバ選手の姿が大きくなってきましたね。明らかに大きくなっていました。今9秒差です。37キロ通過していきました。この1キロがちょっと取れませんでしたけど、そしてまた7秒に縮まってきましたね、はいはい、一気にこの1キロで 4,5 秒詰めてきているので、はい、そうですね、これは先頭が入れ替わる可能性が出てきました。多分ジェネリー選手後ろがこう来るの分かってないですからね、そういった部分ではもう気持ちが楽になっている部分はあると思います、はい、ジェネリー選手は初来日、初めて体感するこの春の終わり時のこの温度差、ただまあ暑いところの出身とは野口さん、これだけの温度差、はい、野口さんが一番体感されたと思うんですが、はい、ぐんぐんこの季節上がっていきますが、そうですね、はい、やっぱり最初、涼しかったところから急に上がってくるとやっぱり体はきついですよね、うん、今残り5キロ通過して2時間5分11秒ですから、17分でカバーすると22分台、はい、もう少し上があるかどうかですが、ちょっとペースが押し気味の、ジェミリです。その後アセファ、ぐんぐん何か差が詰まってきているような気がします。そして金さん、さあいよいよ関根が残り5キロとどんどんカウントダウンが始まってきます、はい、あの関根選手の、ね、走りは全く変わりません。時計は一度も見ないんですが、そうですか、ペースはね、はい、今も3分25で5キロで素晴らしい、素晴らしい、はい、そして残り5キロのポイントでぜひちょっと時計をチェックしてみましょう。はい、はい、あと数十メートルというところまで来ていると思います。2時間6分に行くかどうか、どうでしょうか。まもなく看板が見えてくるはずです。2時間6分は経過しました。2時間6分4秒ぐらいでしょうかね、金さん。そうですね、2時間6分4秒ぐらいです。ということは、はい、はい、16分台が必要ですね、まあ、16分台で来れば22分台ですね。そうですね、16分台が必要です、はい、
すなわち1キロに換算しますと3分23秒以内というのが必要になってきます。3分23秒以内、そういう意味ではギリギリですね、金さん。ギリギリですね、はい。ただね、本当に粘ってますから、もう今はねタイムのこと全く時計見てませんので、はい、あまり本人は意識せずにとにかく初マラソンを、ね、しっかり走り切りたい、そんな気持ちだと思います。この初マラソン日本歴代4位の渋井陽子、この時は当時世界最高でしたけれど、それと松田との間に飛び込んできそうな、そんな感じです。初マラソンですからね。そうですね、それでこのタイムで来れるんですから、さすがです。楽しいですね。そしてちょっと先頭に画面を映してもらいたいと思うんですが、さあちょっと先頭が入れ替わりそうです、はい、先頭が入れ替わりそうです。前がジェメリ、そして後ろがアセファ。そうなんですよね、あのアセファ選手もハーフマラソンを1時間7分42秒と去年出していますし、またジェミリ選手も1時間7分50秒と非常に速いペースを持っているんですが、はい、ここで生きてくるのがアセファ選手、10キロ5キロっていった距離も走っている経験があるんですよね、はい、小川交差点です、です、はい、さらにあの1500メートル で、 そうなんですよ、ね、実は2度もオリンピックに出ているという、っていうね、はい、そこのスピードを持っているという自信がアセファ選手にあることが少しプラスになっているのかなという感じがします。ちらっとジェメリが後ろを振り返りました。ともに日本ではおなじみのない、ジェメリは初来日、そしてアセファの方は初めて日本でマラソンを行うこの2人、はい、持ちタイム自体は3分半近く、ジェメリ選手の方が持っているんですけれどもね、はい、もうここまで来るとそういった持ちタイムよりもどれだけ勝負強さがあるかということがメインになってくるので、はい、そういった部分でもう互角になってますね。実は野口さん、アセファ選手は、はい、乗り継ぎがうまくドバイで行きませんで金曜日に来日してるんですよ。いや、焦ったでしょうね、はい、正直疲れはあると言ってましたが、はい、その時感じたのは日本のおもてなしの心は全然迷わなかったと話します。そのアセファが前に出ます。逆転が起こりました。2時間20分台のランナーを2時間24分台のランナーが逆転します。こういうことがあるのがマラソンです。ですから日本も諦めちゃいけません ね、 そうですね、はい、残り4キロを今通過、2時間8分と37秒38秒というところになりましたので、22分台あるいは21分台飛び込めるかどうか、2人で上がるとちょっと分かりませんが、そうですね、はい、ということで今これだけ一旦スパートをして、その後追いつかれた野口さん、はい、ジェメリのその気持ちはどうでしょうか。いやもうすごい焦っているとは思うんですけども、まあ、でもまだそんなになんか力のなさのある走りにはなっていないので、はい、このまま2人で争いたいっていう気持ちでしょうか。壮絶な世界トップレベルの争いです。今回は世界選手権4位のダニエルもいましたが、そこを置いてこの2人の争いになっています。そして金さん、まもなく関根があと4キロですね。はい、先ほどの1キロ3分24秒で頑張ってましたので、はい、この5キロ17分ぐらいでは来ると思うんですけどね、あと22分でも本当にあと一息です。あと4キロを通過して9分27秒から28秒、もう本当ギリギリというラインで関根が頑張っています。そして MGC グランドチャンピオンシップのラインも気になります。構造聞いてみましょう、お願いします。はい、現在リポートバイクは日本人の6位ナンバーカード15番加藤美咲につけています。35キロの通過が2時間2分43秒、予想フィニッシュタイムが2時間27分57秒です。加藤はワイルドカードもあります。2時間27分48秒以内で獲得なんですが、そのタイムを上回ることが今できていません。このままですと MGC の出場権は獲得できないという加藤です。そしてその加藤の前にもう一人日本人がいますので追い上げてみようと思います。この加藤の前にピンク色のユニフォームが見えています。すでにあと5キロの標識を切りました。見えてきました、ナンバーカード12番の田中花江です。4ヶ月前にチームを移籍して新規一点の田中ですが、田中の35キロの通過は2時間2分12秒、予想タイムフィニッシュは2時間27分19秒ですので、こちらの田中も2時間27分以内という MGC 獲得条件のタイムをまだ上回れていないという田中、残り5キロを切っています。その前にいるのが小原と野上と岩出と関根ということは、まあ4人か5人か、はい、頑張れば6人ですけれども、苦しいところを目指しています。
加藤美咲のワイルドカードも2時間27分48秒実に微妙なところです。それぞれがそれぞれもうここはこのエリアになってきます。野口さん、はい、もう完全に気持ちの振り絞り合いですね。はい、気持ちとあとタイムを、ね、意識していると思うんですけど、はい、本当に気持ちを切らさずに最後まで粘ってほしいです。さてその間に先頭は39キロを迎えようとしています。完全にアセファがもう勢いつきましたね。今仕掛けましたね、はい、一気に後ろを見ながらですね、スパートをかけました。そうですね、完全にこれで4秒から5秒空いたということになります。後ろから迫ってくる方が、はい、状況も分かりますし、勢いも出るんですよね、はい、やはり前にいるジェメリ選手はもう大丈夫だろうというふうに気持ちも切れてた部分がある、はい、ということではやっぱ今後ろを振り向いてしまいましたけれども、もう前を追うという気力がないですね。今ようやく17キロを超えたという市民ランナーこんなに速いんだトップ選手はという感じで見ました。あ、今後ろを振り返ったメスケレムアセファ155センチ43キロという小柄なんですがハーフのタイムは1時間7分42秒残り3キロ今通過していきます。2時間11分55秒ですから、10分30秒でカバーをしたとしても22分台ということになります。21分台まではちょっとどうかなという感じです。22分ジャストぐらいを巡る攻防という感じになってきました。そしてその後ろ9秒、ちょっとジェメリーは足取りが重いですね。はい、アセファ選手も決して走りが綺麗なわけではないんですけれども、はい、地元の方のオフロードでしっかり走ったクロスカントリーのような練習というのがこの土台ができている感じはしますね。そして39キロから残り3キロを迎えようとしています。第2放送車ついています。お願いします。はい、その日本人トップの関根花美ですが先ほど38キロから39キロのところは、3分27秒というちょっと上り坂もありました。そして間もなく残り3キロ地点を迎えます。さあ残り3キロその2時間23分前後というそのフィニッシュタイムそこに向けましてどうなってくるでしょうか。今残り3キロを関根が通過していきまして2時間12分手元の時計56秒から7秒というところで通過しています。2時間12分56秒から7秒ですからやはり2時間23分をめぐるその攻防歯を食いしばるまさにそんな表現がぴったりというようなこの関根の走り時々下を見ますがもう一度前を向いて歯を食いしばって懸命にフィニッシュ地点を目指しています。この23分台に行くのは10分4秒というところがありますのでそう考えますとちょっとかなりのペースが必要ということになりますがこの後上り坂もあります。まあ、23分の前半でも実に立派なタイムですけれど、はい、渋井陽子さんと互角というマラソンですから野口さんやったということですね。そうですね、はい、これはもう本当にいい走りですよね。そうですね、アセファ選手が、はい、すごい力強い蹴りをしているんですけど、非常になんか滑らかな感じになってきましたね、はい、前に出て気持ちも乗ってきたんでしょうね。そうですね、まあ、初めてのマラソンは2013年以降ロードばかりを積み重ねてきたというメスケレムアセファ14度もマラソンを経験しているんですがそれまでは完全に中距離途中まではもう全くそのマラソンというのはよく分からなくてなんとなく走ってたといいますが切り替えて今のアセファの状況があります。大きく自己ベストを更新しかも結構なタイムが高橋さん出そうです。そうですね、はい、いや関根選手本当頑張ってほしいですね。そうですね、まもなく40キロアセファが迎えます。アセファのタイムをまず見てみましょう。そしてその後にジェメリーさらには関根今40キロ通過していきました。2時間14分37秒ということで7分23秒以内ですから、まあ、十分21分台の可能性もあります、はい、21分台の可能性があります。40キロ関根も近づいてきました。その後のジェメリも40キロなので、はい、ハーフマラソンハーフ、まあ、25キロまでペースメーカーが23分ぐらいのタイムで引っ張っていることを考えると、はい、後半相当上がってるってことですよね。そうなんですね、はい、19秒の差でジェメリーそして関根の差40キロということになります。時計を注目して見てみましょう。2時間15分をちょっと超えていきました。さあどうでしょう。もう間もなくです。上り坂の中であと2キロまでは上っていきますがその後は下るという名古屋のコース。この上りを頑張ってほしい関根。今40キロを通過していきます。2時間15分41秒7分ちょっと壮絶な粘りがあれば
22分台もありますが、23分台金さん前半ということですね。そうですね、はい、そして今の1キロも3分26秒なんですよ。そうです、本当にね、はい、足にかなり来てるような感じなんですが、腕振りで一生懸命ねペース落とさないように頑張ってます。いや振り絞ってますね、はい、はい、本当にもう23分切ってほしいのは山々なんですが、もう今のこの頑張りだけでも、はい、もう涙が出そうですよ。感動の走りが続いています。表情歪んでいますが、はい、関根花見の感動の走りが続いています。そして後続はグランドチャンピオンシップシリーズについての戦いが続いています。バイクリポーターどこについてますでしょうか。はい、現在日本人の4位、ナンバーカード8番小原玲衣につけています。先ほど残り4キロの時点で2時間12分53秒でした。予想フィニッシュのタイムが2時間26分48秒というところで、非常に27分切るには微妙なタイム。今残り3キロを通過、手元の時計で2時間16分42秒です。あと3分26秒1キロのペースでいかないと2時間27分切れないという、ちょっと小原にとっては苦しい1秒のみをしているから、今回今年もその1秒をめぐる攻防になりそうです。40キロの給水ボトルにこう書いてあります。1秒を大切にしよう、その思いを今こそ振り絞る時が来ています。チームメイトのメッセージがつけられた最後の1秒まで諦めず、そのメッセージを受け取る瞬間、まもなく近づいてきている小原玲です。それぞれのマラソンですね、はい、本当にもう先頭も、それからこの日本人1位も、はい、みんながそれぞれ向かってますね、はい、そうですね、これぞゴールドラベルマラソンというレースになってきました。非常にハイレベルの野口さん、推移できましたね、はい、ここまでね。そうですね、はい、本当に熱い戦いが続いています。そうですね、はい、何かあの野口さんがハーフの女王と呼ばれながら走ったあの2002年のうららかな日差し、あれを思い出すような今日は陽気になりました。はい、はい、本当です。気温はぐんぐん上がっています。その暑い中、タフなコンディションの中、関根花見初マラソンで頑張りました。途中言われたそうです、レースの方が楽だよ、そんな風に言われたと言います。練習より楽、それだけ壮絶な練習を行った関根花見、全く弱音は吐かないと言います。その関根花見が一度だけ弱音を吐いたと言います。そして高橋正幸監督が一度だけ厳しい表情で叱咤したというふうにも聞いています。泣きながらも食らいついた関根花見、監督のやはりコーチとして高橋正彦さんも非常に長くやってましたから、はい、そういった意味では本当に練習厳しいんですよね、はい、ただそれで調整をした時に一気に軽くなると思うので、はい、今日はその中でも一番軽い体で走っていると思いますよ。そうですよね、思いがけず訪れた20歳のオリンピックは鈴木亜由子選手とともに、鈴木亜由子の次っていうような思いもありました。その鈴木亜由子が今手を振りました。鈴木亜由子選手が手を振りました。最後の一絞り頑張ってほしいという可愛くてしょうがない後輩にキャプテンが今手を振りました。その関根花見、最後の元気をもらって、もうこんな苦しい表情は実はもう本当の距離走の最後しか見たことがありません。その時その苦しい、はい、どうぞ。今3分19秒で終わりました。19秒、ひょっとしたら23分フラットぐらいが見えてきたかもしれません。練習ではビルドダウンない、ビルドアップばっかりで最後終わってきた。 それがしっかりと生きてます。ずっとマラソンを追い求めてきました。中学時代に毎週日曜日お父さんと一緒に2時間半を時に走っていたといいます。残り1キロを通過していく関根花見、ちょっとその可能性は金さんどうでしょうか。22分台、いや頑張ってますよ、はい、あのジェベリ選手が、ね、どんどん近づいてますので、あと1キロ、あと1キロ、そうですね、ラストスパートでいけば残り1キロです。時計を見てみましょう。2時間19分40秒、2時間19分40秒、3分21秒、3分20秒台、これを切れるかどうか、はい、まあ、でも金さんこれ可能ですね。可能、先ほど3分19分来てますので、そうですね、最後開ければ可能です。そうですね、可能です。関根のスピードをぜひ見たいという状況になってきました。先頭アセファ逆転で今トップで名古屋ドームに帰ってきました。そしてなんといっても日本人トップ関根花見のその目の中に今名古屋ドームが飛び込んできて、その走り記録が気になります。壮絶な初マラソンを体験しています。それでは名古屋ドーム小田島さんどうぞ。日本人トップ関根花見の右手に名古屋ドームが見えてきました。もう間もなくです、もう間もなくです。その記録にも挑戦です。に歯を切り締まります。腕を振ります。顎も上がりました。しかしここに来てそのペースを上げてきた関根花見、再びこの愛知名古屋、自分にとっては思い出の地になりますが、ここが新たな陸上人生のステップアップと、そんな場所になるかもしれません。
右手に名古屋ドーム、まもなくその名古屋ドームの外周駐車場に設けられました取り付け道路、右に曲がります。そうしますと残りはおよそ 500m ということになります。さあ必死に腕を振る関根花見、去年はその関根の東海高校の先輩安藤由香が素晴らしいタイムで駆け抜けました。衝撃を受けた自分も来年絶対にマラソンやるんだ、そう誓いました。そして今年の1月大阪、松田瑞生、高校の時から知っている同い年の子が初マラソン挑戦、積極的です、刺激をもらったといいます。そんな2人の刺激を受けて今度はこの関根が後進後を継ぐ選手たちの刺激を受ける与える、そんな役目を受けることになりますが、さあトップが帰ってきました。メスケルム・アセファ初めての来日、ベストタイムは2時間24分18秒ですが、そのタイムを大きく上回って見事に初来日初優勝、両手を挙げました。アセファおめでとうございます。目標に挙げていた優勝を見事勝ち取りました。飛行機の乗り継ぎトラブルで来日したのは金曜日、おとといのことでしたが、見事なレースで終盤逆転劇、名古屋ユメンズマラソンの初優勝です。さあ関根息が上がる、右手には名古屋ドーム、もうすでに残りは500を切っています。最後の頑張りを見せるところ、目標は2時間27分以内、6位以内、 MGC の出場資格控えめな目標でしたが、それを大きく上回ります。さあ2時間22分台でのフィニッシュなるかどうか、2時間23分まであと30秒、もう間もなく右に折れてこのドームに飛び込んできますが、さあ2位のジェメリが入ってきました。この人も初来日、レースを動かしたのはジェメリでしたが、しかし終盤逆転を喫しました。パーソナルベストの更新はならず、2時間22分45、46秒ぐらい、今フィニッシュです。さあそして関根がやってくる、あと10秒だ、1秒を削り出せ関根花見、残り5秒でサングラスを取る、2時間25分23秒は苦しいか、しかし堂々の初マラソン、ニューヒロインがまたこの名古屋から誕生、初マラソンで日本人トップ、マラソングランドチャンピオンシップその出場を決めました。見事な走り、2時間23分07秒という速報タイム、高橋監督もよくやったと笑顔で迎えました。有森さん、素晴らしい走りを見せましたね、はい、すごいですね、最後までの安定した全然素晴らしいフォームで、ペースも落ちずによく頑張ったと思います。最後の粘り、感動すら覚えましたが、ハーフまだ走ったこともないという、そういうことを思わせないぐらいの素晴らしい走りでした、はい、リオデジャネイロオリンピックは1万メートル代表、そのオリンピアンの意地も見せました。新たなステージにこれ有森さん駆け上がったと見ていいですね。そうですね、まあ、こうやっていろんな、ね、チャレンジを新しい選手がしてくれると嬉しいですね、はい、さあそしてこれが日本人2位3位争いということになって、岩田玲也と野上恵子、この2人がまもなく名古屋ドームです。日本人3位までは2時間28分以内ということになります。タイム的にはもう問題はなさそうです。あとは順位、あとは粘り合いということになります。岩出玲也所属先も変わりました。新たなこれが出発点ということになります。2時間22分30秒で優勝というのが一つ目標には掲げていましたが、さあ岩出が日本人2位で、まもなく残り 500m というところ、ほどなくして野上にとっては2時間26分55秒という大木まどか先輩、憧れていた先輩、その大木まどかが持つ長崎県記録というのも一つ視野に入れていたんですが、そのタイムもどうやら更新は間違いなさそうだ。あとはここは日本人の順位、目の前には岩出玲也がいる野上恵子、最低でも6位という話をしていました。さあこの2人競り合いながらどうやら名古屋ドームに入ってくることになりそうだ。岩出玲也と野上恵子、その差はどうでしょう、10メートルぐらいといったところでしょうか。去年は途中棄権、この名古屋にはこの岩出も忘れ物、取り返さなければいけないものがあります。岩出来てるぞ、そんなアピールをしておかないと、もう東京はすぐそこですからねと言っていましたが、今日は遅れかけましたが、しかしその後の粘りというのは岩出玲也ここにあり、それをアピールするそんな走りにもなりました。マラソンはメンタル 90% と言っています。消極的になったら自分が負けてしまうんだ、今日は
消極的になりそうな自分に打ち勝ってほぼほぼ単独走でしたが、名古屋ドームに日本人2番手で戻ってきそうです。その後ろには野上恵子、さあ日本人2位3位が名古屋ドーム、残りがあと 100m ということになります。 MGC マラソングランドチャンピオンシップ、その権利2時間28分以内で日本人1位から3位、これは間違いなさそうだ。日本人2位で今岩出玲也が名古屋ドームの中に入ってきた。ほどなくして野上恵子も入ってきました。さあそのタイムはどうでしょうか。2時間26分台、岩出玲也日本人2位、ちょっと白い歯がこぼれて今フィニッシュ。そして野上恵子も2時間26分32秒ぐらいでフィニッシュ。目標にしていた2時間26分55秒、大木まどか先輩の持つ長崎県記録も見事に更新をして日本人3位。 MGC 格闘者がここで3人誕生しました、今年の名古屋です。さあそしてモハメドが戻ってきました。モハメドが戻ってきました。全体の5位ということになります。そしてその時計が2時間まもなく27分になって、小原玲はこの名古屋で MGC の権利獲得とはなりませんでした。そしてその後ろからはナンバーカード12番の田中花江も迫っている。あの時と同じような競り合いです。残念ながらここで MGC 獲得はなりませんでしたが、田中が追いかけてくる。あの時とはまたちょっと違った見ての争いだ。あー今お原が捉えられてしまう。順位が一つ下がりました。モハメド、あるいは田中花江捉えるのか。モハメド最後捉えて、田中花江が追いでのフィニッシュか、ほぼ同着。最後に素晴らしい意地を見せました。そしてお原が今フィニッシュ。最後は苦しい走りになりました。足はふらついてよろめいています。小原玲、あの時と同じような苦しい表情でのそんなフィニッシュになってしまいました。日本人4位が田中花江、日本人5位で小原ということになって、この2人 MGC 獲得とはなりませんでした。さあそして取り付け道路には清田真央が帰ってきました。清田真央も苦しい苦しい、そんなこの名古屋3度目3年連続ということになりました。早々に先頭集団から遅れました。ただその苦しい中で大きく崩れることなく今名古屋ドームに戻ってきました。序盤からちょっとバランスが悪くなったということで心配もされましたが、しかし2時間28分台での最後はフィニッシュということになるでしょうか。清田真央が帰ってきました。清田真央は9位でのフィニッシュということになります。2時間29分は切ってきました。2時間28分58秒59秒というタイムでしょうか。苦しい表情、顔が歪みます清田真央です。優勝はアセファ、2位がジェメリ、日本人トップ関根花美が見事なタイムで初マラソン2時間23分07秒、これは渋井陽子を抜いて初マラソンの歴代4位という素晴らしいタイムになりました。さあそしてナンバーカード7番も見えてきましたが、今時計を見る、思ったような走りにはなりませんでした。2年半ぶりのマラソンです。その前にナンバーカード110番の土井ゆりえがフィニッシュです。土井ゆりえも先頭集団で積極的なレースを見せました。全体の11位へのフィニッシュということになりました。さあそして沼田美智も粘りのマラソンを見せました。この人ももう自重しながらセカンドグループについたというマラソンになりましたが、今フィニッシュになりました。2時間30分をちょっと超えるタイム、沼田2度目のマラソン。まあ調整がうまくいかずに北海道マラソンに最後はかけるんだ、今年の北海道マラソンで再び挑戦をしたいと言っていた沼田ですが、その北海道への足がかりとなるそんなレースになったでしょうか。さあそして前田彩里が帰ってきました。2年半ぶりのマラソン。その前に井上彩香がまもなくフィニッシュを迎えます。そしてその後ろからは海外招待選手のナドルシカ、今フィニッシュです。そして前田彩里です。2
復活劇、華々しくとはなりませんでしたが、しかしこの 42.195 キロマラソンに前田彩里が帰ってきました。これが新たな一歩、止まっていた時計を動き出す、そんな一歩になって林監督に迎えられて、あ、笑顔も見える前田彩里です。前田彩里もフィニッシュをしています。さあ、名古屋ドームの方では優勝した汗場選手にオリーブ缶が贈られます。日本陸連の横川博史会長からです。アセファ終盤の逆転劇、見事でした。さあ、それでは優勝インタビューです。東海テレビの常川恵里アナウンサーです。名古屋ウィメンズマラソン2018、見事優勝しましたメスケレム・アセファ選手です。日本のマラソン初登場での優勝、おめでとうございます。力強い走りでした。今日のレース振り返っていかがですか？የዛሬው ውድድር ማሸነፍ ፈልግ ነበር የሴቶች ስለሆነ እንደገና የመጀመሪያ ነው እና ማሸነፍ በጣም ነበር የምፈልገውና ስላሸነፍኩ በጣም ነው ደስ ያለኝ 優勝することを優勝したいと私は思っていました。女性マラソンですから、女性だけのマラソンですから、そして最初に勝つことができて非常に嬉しく思いました。ジェメリ選手の背中を追う時間も長かったですよね。38キロ過ぎで捉えましたが、どんなことを考えていたんでしょうか？እየጠበቅኳት ነበር የሚሄደው የራሴን ፔስ ነበር ይሄድኩ የነበረውና ወደ 39 ኪሎ ሜትር ደርሶባታል የሚል ሐሳብ ነበረኝ። ያው እሱ ደግሞ ስለተሳካልኝ በጣም ደስ ብሎኛል።最初のペースは早かったと思います。ですから私は自制しなければいけない、自分のペースで走らなければいけないと思っていました。39キロメートルぐらいでしょうか。嬉しく思いました。抜くことができて。笑顔が輝いてますね。優勝したアセファ選手でした。おめでとうございます。さて、有森さん、はい、アセファの走りについても終盤見事の逆転劇でしたね。そうですね、華奢じゃない、普通に華奢に見えますけれども、はい、非常に状態も含めて腰回りもたくましかったです ね。 あ、そうですね、動きが非常に力強かったですし、はい、きちんと力を持った走りでしたね、はい、でもあそこまで上げると思いませんでした。素晴らしいです、はいはい、さあ、そして MG チケットが日本陸連長距離マラソン強化戦略プロジェクトリーダー瀬古利彦さんから贈られます。瀬古さんも関根選手以上の満面の笑みで今そのチケットを手渡しました。さあ、それでは準備ができましたら、その関根花見選手にも常川アナウンサーにインタビューしてもらいましょう。お願いします。今年もニューヒロインが名古屋で誕生しました。日本人トップ関根花見選手です。初マラソンで日本人トップです。やりましたね。ありがとうございます。守りに入らず積極的な走りをしたいという宣言通り、堂々とした攻めの走りを見せてくださいました。感動しました。憧れていたマラソン、やりたくてしょうがなかったマラソン、この初めての 42.195 キロはどうでしたか？中盤はまだ余裕があったので、やっぱり楽しいという気持ちも出てきてたんですけど、やっぱペースメーカーが外れてそのレースが動いた時に、そうですね、本当はついていきたかったんですけど、なかなか世界のトップレベルはまだまだ上にいるなっていうのをすごい実感したマラソンでした。ただタイムは速報値で2時間23分7秒、 MGC の出場権も獲得しましたね。はい、そうですね、とりあえず次のステップには進める資格をもらったので、ここから1年半ぐらいありますけど、さらに成長できるように日々精進していきたいです。高校時代を過ごした愛知で素晴らしい走りを見せられましたが、地元の声援はいかがでしたか？そうですね、中学校時代の先生だったり、地元の郵便局の方だったり、すごい地元の方々からも熱い声援をいただいて、すごい前に進む推進力になったというか力になりました。
名古屋の街全体が応援していました。日本人トップの関根花美選手でした。おめでとうございます。という関根花美選手の喜びの声でした。と同時に3人の MGC が有森さん、はい、今回ね誕生ということになりましたね。そうですね、まあね、5、6人ぐらい欲しいんですけども、はい、本当にトップできた新人のね、はい、ある意味も関根さんのこの頑張りっていうのはこれから次のレースを挑戦する、はい、ランナーたちにはすごく力になったと思いますね、はいはい、さあそしてこちらには高橋さん野口さんお二人にも戻ってきていただきました、はい、素晴らしいレースでしたね。そうですね、はい、22歳の関根選手、うん、本当に初マラソンとは思えないぐらいの最後までしっかりと力強い走りをしてくれたと思います、はい、野口さんいかがでしたか。はい、私も本当に初マラソンとは思えない落ち着いた走りをしてくれて、はい、強い日本が戻ってきたのかなっていう、はい、そういう感じを受けました、うん、その喜びおそらく瀬古さんも感じてらっしゃると思いますが瀬古さんにお伺いしましょう。今日のレースどうだったでしょう。